さあ、どうでしょう。どうかな。音声いってますか。いってますかっていうのを聞かずに、ちょっとインスタ一回ストップしますね。インスタやめます。聞こえていますでしょうか。聞こえていますでしょうか。聞こえてるわ。復活した。復活しましたね。一時はどうなることやら思いましたが、復活いたしました。いいですね。いや動きが遅いな。来た来た、聞こえた、よかった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 。もう大変皆さん失礼いたしました。もうね、何だったんだろうね、パソコンの調子が悪かったんだろうねこれね。まあいろんな不具合が あったんでしょうね。とりあえず多分今ね、あ、また増えた増えた、ありがとうございます。今59人に増えた。一時期ね、始まる前から30人ぐらいだったのにと思って、とりあえずスタート前からたくさんコメントをいただいておりますので、そのコメントも拾いながら、お話をしていきたいと思います。改めましてこんにちは。参りましたね。まあ、ここ最近すごくこう盛り上がってる、なんだっけ、フライングコメントですが、フライングコメントは、フライングコメント消えちゃったかな、読もうかなと思ったんですが、何回読み込んでも出ませんね。しょうがない、ということで、まあ、いろいろいつもの皆さんありがとうございます。私のこの皆さんのコメントに関しては、多分これが終わりますと、画像がカクカクしてる、うん、調子悪いね。滑らかなストリーミングは維持できませんって書いてる、ね、は調子が良くないということで、Windows アップデートが邪魔している。なるほど、うん、なるほどね。不安定、静止が、うん、困ったもんですね。まあとりあえずいろいろ皆さんコメントをいただいておって、このままスタートしていいのかな、画面止まってるって言ってますね。あれかな、ひょっとすると YouTube 側の不具合というのもあるのかしら、どうなんだろうか、ちょっと何とも言えないところですが、こっちでも見ながら行こうかな。あ、本当ですね、映像が4コマ漫画みたいになってますね。まあしょうがない。あ、すいません、ちょっと外した間でちょい不安定ですね、不安定ですね、うん、困ったもんですが、これはねどうしようもないと思うんですよね。渡辺博さん、ちょっとカクカクで動画をパソコン見れるようになった頃のクイックタイムムービーを見ているようです。懐かしいですね、クイックタイムムービーってね。よく昔自動車メーカーの、説明、ホームページの説明でこういうちっちゃい映像があって、それを見るっていうのがあったりしましたけれどもね。まあいいですか、でもいきますよ。はい、じゃあ申し訳ありません、とりあえずオープニングやります。第26回目ゴーカーチャンネルライブ、トラブルの多そうな26回目スタートです。はい、改めまして、今からも若干
くつきますけど音声はきれいに聞こえてますという返事が来てますが、北野彌十さん始まりました、申し訳ありません、こんにちは、2020年11月22日であります。時刻16時25分で、まあちょっとね、いつもと違う感じでスタートしちゃいました。ダメかもってきてますね。固まっちゃってる、データなしってなってるね。止まってますね。見ますね。まあ今日はラジオを見てるというふうに思っていたことにしましょうか。なかなか難しいですね。今日は何がダメなのかがよく分かりませんけれども、まあちょっとここから直しようもないもんですから、とりあえずこれでやりたいと思います。いいですか。ちょっと本当はコメントをいただいてるの読みたいんだけどちょっと読めないので、申し訳ありません。でも出てきていらっしゃってる方は北野彌十さん、渡辺健二さん、ありがとうございます。宮島さん、石井さん、ありがとうございます。シャルル東京さん、ありがとうございます。雪風さんもありがとうございます。インスタやってないのでここで待機ということで申し訳ありません。アンズのヤムさんもありがとうございます。ツーさんもありがとうございます。ケーヌさんもありがとうございます。マッチョさんもありがとうございます。BMWX さんもありがとうございます。というような感じで大丈夫です。石田さんもありがとうございます。お久しぶりですね、ありがとうございます。ヤムヒロさんもこんにちは、ありがとうございます。2回目ということでありがとうございます。ひねもんさんもありがとうございます。小野沢さんもありがとうございます。北斗健太郎さんもありがとうございます。マスオさんもありがとうございます。ゆひてじぶさんありがとうございます。ということで、こんなというかな。でたのちさんも、ありがとうございます。で背景の話をしなきゃいけない。背景の話をしようと思って、実はですね、昨日また視聴者の方お越しいただきましてね。今大丈夫ですか。とりあえず大丈夫そうかな。今両方出てたね。視聴者の方いらっしゃいまして、さっきは、こちらにコメントいただいてましたよね。どっかでコメント言ってられてたんだけど忘れちゃった。お越しいただきました。でその方が、まあ、昨日か、静岡の朝霧高原へ行くよというようなことで朝霧高原へ、関東の方なんですけれどもね、朝霧高原に行くので、そのついでにって言っても朝霧高原からこのオートプラネットまでずいぶん遠いんですが、足伸ばしてくださいまして、でその朝霧高原という場所をですね、思い出したんですね。で後ろの、絵はもう何年前ですかね、私がアルファロメオのスパイダーに乗ってた頃ですからもう 7,8 年前の写真ですけれども、その静岡の朝霧高原のあるところで撮ってきた写真です。で後ろは富士山です。いやもうすごくいい景色でしてね、これ確かちょうどその 7,8 年前の今ぐらいの時期に行って撮ってきた写真なんですが、何回かその後も行ったんですけれどもね、すごくいい場所で、でここでその方パラグライダーをするというふうにおっしゃっていましたけれども、まあこの3連休に行かれるというようなことを言っていただきました。非常にね、嬉しかったんです。わざわざそんな朝霧高原からこんなオートプライアット何キロぐらいあるのかな、多分、200キロ弱ぐらいはあるんじゃないかなと思うんですけれどもね、よろしくお願いします。いろいろ安定してきましたねとかいうふうにいただいてますし、今日は富士そのから中継ですかっていうことで、そうですね、中継ということにしましょう。それから、コメントをどんどん他にもいただいておりますが、まあ大丈夫ですかね。ちょっと今日は最初のコメントはごめんなさい、また後で見るようにします。で、実は今日も視聴者の方お越しいただきまして、実は多分今見てくださってるんじゃないかなと思うんですが、先週チャットにコメントをいただいたちょんちょんさん、という方がいらっしゃいました。で、
野さん、私どものホワイトハウスグループのミニ岡崎で、車をご購入いただいたという報告を先週のライブ放送で、言ってくださいましたけれども、それから1週間後実際に私に会いに来てくださいました。ありがとうございました。非常に来ていただいて嬉しくて、いろんなお話させていただいて、今日ライブの、午前中、朝一で来てくださって、朝一でいろいろお話させていただいたんですが、前はホンダのライフを乗られたということなんですけど、ホンダのライフがなんと29万キロまで乗られた。びっくりしましたね。ライフを29万キロ、私は10万キロ超えてだいぶ乗ってるなというふうな話をして、そのもっと先輩で山下さんのボルボ V60 クロスカントリーが16万キロでこれはまたすごいなって言ってたんですけれども、まだ上の方が29万キロ、それもホンダのライフって。いや、ホンダのライフは頑丈という話は知ってたんですが、本当に頑丈だったなと思いましたね。驚かされました。3世代目のライフかな、大昔のライフを除いてですよ、セイタカのライフが出て、一番旧規格のライフ、その次が新規格のライフの次のモデルですね、の3世代目のドアハンドルが丸いこう変わった形状のハンドルを持ってたものに29万キロも乗られたということで驚きましたが、その方にお越しいただきました。で、実はその後そのライフが調子悪くなっちゃってホンダの N ボックスを買われたらしいんですが、なんか親戚の方に、欲しいと言われたみたいで、その親戚の方に お譲りなさるそうで、で自分の乗る車がないということで、ずっと憧れていたミニの、クロスオーバーに、選んだと言いましょうか、興味を持って、お越し、ミニ岡崎というお店に、お越しいただいて、担当の続きさんという人に、もう本当によくしてもらって、もうすごく私もう嬉しかったんですが、感謝していただきまして、嬉しいコメントをいただきました。ちょんちょんさん、ありがとうございました。見ていただいてるのかな。で、非常にその嬉しかった話で、すごくその実はあんまりね細かいことを言っちゃうとあれなのであれですが、ちょんちょんさん非常に大手の会社に働いて見えて、そこでいろいろこう機械的なお仕事されてるんですが、そういう方ですか、いろいろこう聞きたいんですよね。で、そういう細かいことにもそのしっかりその鈴木さんは答えてくれたし、というような話で、もう一つ面白かったのは、実は豪華チャンネルはもう、3、4年前から見てくださってるそうで、ずっと見てくださってて、今回ご購入いただいたそうなんですが、ちょうどそうそう出すように、また他の映像やっちゃうと動きが悪くなっちゃうかもしれませんけど、ちょうど赤ちゃんの時のこのミニのクロスオーバーがもうこの人っぽいと、このボディカラーで、で後で内装の絵が茶色でいいんだというオーダー、なかなかこれもオプションがいろいろあって、全部でも相当ないいお値段するんですけれども、どうしてもこれがいいということで妥協せずに言って、でもそれもなかなか在庫がなんですけれども、日本中あちこちから探して、セージグリーンって書いてありますが、セージグリーンというボディカラーで内装色はこれでというのをですね、探してくれてよかったというふうにおっしゃっていただきました。この豪華チャンネルのこの色もそうですし、車の方もこの色を見てもとにかくこれが良かったんだということで、非常にそれを言っていただきました。で、先週のコメントでもね、すごくこう、ちょんちょんさんこんにちは、コメントいただいてますね、ありがとうございました。そういったことからすごくこうなんていうのかな、嬉しい、ちょんちょんさんもすごくこう喜んでいただいたようです。私も大変これで、今朝来ていただいてそういうお話を伺わせていただいてとっても嬉しかったんですけれども、いただいたという、今日わざわざ保険の、入会もありがとうございました。あと、鈴木さんから私にもメールが来まして、いろいろ本当ありがとうございましたというふうに言ってましたんで、この映像を、相手に、していただこうと思います。音声が途切れがちになりますが、そうですか、申し訳ないです。なかなか困ったもんですね、途切れる、音声が途切れる、いろいろちょっと今日は調子がないですね。ひょっとすると今この動画を見せてるから良くないのかもしれませんけど、
コメントをいただいておりまして、渡辺博さん、気づいたらいつもの調子になっている映像を撮ってもいい感じですということで、あ、よかったです。北斗健太郎さん、富士山を渡辺で走らせたら最高ですね。ね、北斗健太郎上げて撮ったのとっても気持ちいいと思いますね。ちょんちょんさん、ミニでしたかということで、そうです、ミニです。のりやさん、あ、のりやさん、29万キロとはすごいですねと。そうなんです。あ、クワトロンさんから80人まで戻ったよということで、よかった、ありがとうございます。今日はでもちょっと不具合がいろいろ、パソコンの不具合がありますからね、申し訳ありません。赤木さん、昨日新型ミラーに乗りましたが座り心地が良かったというね、まあ、私はね、あれはサイズを大きくしすぎだと思いますけどね、幅で1880を超えてるっていうのは日本のメーカーの車としてはどうなのかと思ってますが、石井さん、ちょんちょんさん、すごすぎですというふうに言われます。いや、でも未来がそうダメだとは思ってないですよ。もちろんあの燃料電池の技術すごいですし、私も実はあの初代の未来に関しては前も言いましたね、ふるさと納税、豊田市にふるさと納税しまして、半日ぐらい借りてたことがあるもんですから、未来の すごさとか良さ分かってるんですけどね。でももうちょっと乗りやすいサイズにすべきだと思いますよ。小野沢さんからもライフ29万キロすごいですねというふうにいただいてます。で、のりやさん、ちょんちょんさん、ご納車おめでとうございます。あの、ご納車まだなんです、ちょんちょんさん、ご納車12月の上旬ぐらいということですね。ご担当さんにも巡れまれましたね、これ大事だと思いますということで、本当そうだと思います。オーダーせずに同社見つけられたのも縁に思いますね、話聞くとということで、本当そうですね。政治グリーンいい色ですねというふうにいただいてます。豊さん、あかねちゃんお手柄というふうにいただいてますね。内容がわからない、本当、じゃあちょっと動画を流すのをやめました。負荷がかかって音が途切れる、そういうことですね、すいません。難しいね。本当に困ったもんですが、とりあえずそう何の話だって、そうそう、まあそういうことです。で、まあすごくね、ちょんちょんさんには喜んでいただいたというような話をしたくて、今日お土産までいただいてありがとうございました。いただきます。で、これで今ならどうですか？音声の状態は聞こえますか？なんかまた変なことが出てますね。ビットレートが低いとかなんとかって書いてますが、なんかひょっとするとこれ YouTube 側だけのこっちの問題だけでもなさそうな気がしますね。どうかな。あ、鈴木隆さん、改めましてこんにちはっていただいてます、ありがとうございます。そう、ちょっとね、なんかビットレートがどうたらこうたらって書いてあるんですよね。はい、音声いいですか？この画面にしとかなきゃダメなのかな。T8 トラスさん、こんばんは、今日も妻と見てますっていうことですが、この方がひょっとして今日コメントいただいた方だったかな。そうですね、トラスさん、 T8 トラスさん、ありがとうございます。ツイッターにコメントいただいて、奥様といつも見ていただいているということで、初めてコメントいただいたんですが、どういう話だったかっていうと、S60 のポールスターの B&W 仕様をご購入されたそうで、わざわざ関東の方からお越しいただくので、お越しいただいて試乗してくださいというふうにコメントをいただきました、ありがとうございました。ぜひぜひ、あの遠方だと思いますが、また乗させていただければ、幸いでございます。今日は動画入れ込むとダメですねということなんですが、オートプラネットの新入庫車両とかどうしましょうね。でも幸いなことに特集で今日は動画入れませんから、そのあたりは大丈夫かというふうに思います。負荷をかけなければ大丈夫なんです。ちょっとね、コメントは今日は拾い方が雑でごめんなさいね。ちょっと今日はこんなことになるでしょう。申し訳ありません。はい。そんなところでいいですか。ちょんちょんさんの話ね、もうちょっとしっかりしたかったんだけども、まあ よかったかな。とりあえずこの豪華チャンネルの仕様そのものが欲しいというので日本中探して対応してくれてよかったということで、納車はまだ12月の頭らしいんですけれどもね、非常に楽しみにしているというふうにおっしゃっていただきました、ありがとうございました。
保険にも入っていただいたということで大変感謝しております。ありがとうございます。また何か皆さん車を買いたいなという時にはホワイトハウスグループで何卒よろしくお願いします。今日は調子が悪いですが、その辺はご勘弁ください。よろしくお願いします。じゃあまずは、このコーナーからいきましょう。はい、ホワイトハウスニュースのオープニングもほぼ映っていなかったような気がいたします。ではニュースなんですが大丈夫ですかね。うまくいけばいいんですが負担かからないかな。はい、出ましたね。まずは DS3 クロスバック E テンスに、EV モデル向け 1.52% の低金利を導入したということで、電気自動車をなんとか普及させたいというようなことなんでしょうね。で、この DS3 クロスバック E テンスに 1.52% の特別低金利が適用いただけるというようなことで、そうでございます。もう私もロードショーの時に事前に乗りましたけれども、今はもうすでにディーラーの方にも DS ストア名古屋とか DS サロン岐阜にも試乗車があるんだそうですので、ぜひそちらも見ていただきたいと思います。ね、興味のある方は試乗もなさってみてください。どうしても E208 の方に、目が行きがちなんですが、こちらの方もぜひご覧ください。では続いてはこちらです。ちょっとね、皆さんのコメントがちゃんと来てるか、ちゃんと声聞こえてるかっていうのもね。アンツのヤムさんから、新入校は現場に行って見せてくださいって、また難しいこと言ってくるね。はい、では次これです。これですって言っても出て、限定車 BMW118D ピュアブラックっていうのが誕生したそうで、存在感ある漆黒の限定車、10台限定、最近多いですね、この BMW オンラインストアで10台限定っていうのがね。これが502万6千円するそうです。はい、では続いてはこちらです。BMW X3 の M モデルに 48V のマイルドハイブリッドテクノロジーを搭載いたしました。ダイナミクスと燃費効率が向上いたしました。ということで、ついに BMW もマイルドハイブリッドが採用されるようになってきたんですね。多分これからなってくんでしょうね。とりあえずはこの X3M40D からですが、これからこれが増えていくんだろうと思います。まあ、マイルドハイブリッドですから、その電気モーターも8キロワットということで、やっぱりこれもね、小さいものですね、お助けぐらいのものと、まあ、他のメーカーと同じようなものだというふうに思われます。では続いてはこちらです。ランドローバーのディフェンダー2021年モデルを11月17日から受注を開始したようです。ワンテンに待望ですよ。3リッターの直六のディーゼルエンジン、これもマイルドハイブリッドのディーゼルエンジンです。新グレード X と X ダイナミックをラインナップに追加いたしたそうでございます。で、なんといってもこの6気筒のディーゼルですね、これが非常に魅力的。今まで2リッターのターボしかなくて、まあ、300馬力はあったんですが、まあ、悪くはなかったですけれども、やっぱりこの重量級の車にはディーゼルがあるといいなと思ってましたから、この6気筒のディーゼルがですね、どんなものかと、それも直列の6気筒というね、どんなものかっていうのは早く味わいたいなというふうに思ってますけれども、面白いですね。長野県白馬村のパウダースノーをイメージした新色白馬シルバーを追加って、日本の名前のカラーでまたそんな白馬の、っていうのは面白いもんですね。そんなのが出たんだそうであります。300馬力で650ニュートンメートルを発揮する直六のディーゼル、すごいもんですね。いやいや、こんなのが出てくる。で、まあ、あとはなんか装備がちょろっといろいろ変わるということで、まあ、大きなのはこの新しいエンジンなんですが、まあまあこれも機会があればというか、また試乗車ができましたら6気筒のディーゼルちょっとまた乗ってレポートしたいというふうに、ちょっと先になりそうですけれども、今ジャガーランドローバーはあまり車が来てないんだそうで、なかなかディフェンダーも今お買い求めいただいても相当お待ちいただくというような感じなんだそうでございます。コメントをいただいておりますね。
ちょっと待ってくださいね。どこから見てないのかな。いっぱいいっぱいコメント来ていただいてますね。今日は行楽地も渋滞気味、ネット環境も渋滞気味。のりあらさん、なるほど、そういうことなのかな。それ大きいかもしれませんね。赤木さん、トヨタのディーラーの人に聞いたら、ホンダの水素ステーションは未来は使えないらしい。え、そうなの。でこんにちはというふうに渡辺健二さんがいただいています。で、豊さん、石井さん、やっぱり仙台福島は町ですから、盛岡はまだまだ先らしいです。これ、水素ステーションの話かな。渡辺博さんから、動画から富士山の背景に変えたら音声が途切れないようになりましたっていただいてますね。大塩さん、こんにちは、いつまでこんにちはかな。いつまででしょうね、もうこんばんはぐらいかもしれませんね。豊さん、まあ未来買う人も限られますからという、なかなか水素ステーションは普及しておりませんね。ゆひて西美さん、ボルボの認定中古車に S60 いっぱい出てきましたね。セダンかっこいいなということで、そうなんですよ、オードプラネットも S60 いっぱい仕入れました。新入庫は、これはさっき読みましたね。のりあらさんから、激アツ物件ですよね、ボルボーって、ありがとうございます。で、ゆひて西美さん、のりあらさん、全車モーター化に向けて、内燃機関仕様大放出ですかね。そうですか。北斗健太郎さん、私来週イーテンスの試乗予約しました、楽しみ。あ、そうですか、また乗ってみてください。石井さん、こんなにヒヤヒヤしながらライブ見たの初めてです。石井さんがヒヤヒヤしてから、私の方がヒヤヒヤしてるんですけどね。鈴木隆さん、ゴーカーさん、プジョー中川のリニューアルには行かないのですか。行く予定ないんです。まあ、またお店見に行きたいんですけどね。特に呼ばれてもおりませんし、なんかやるという予定もないですね。アンズのやぶんさん、マイルドハイブリッドとハイブリッドの違いは何ですかということです。これを話し出すととても時間が足りませんし、まあマイルド、もう簡単に言いますと、マイルドハイブリッドっていうのは、大人がまあエンジンで、小学生の子供に手伝ってもらって仕事をしていると思ってください。で、それ以外のマイルドじゃないハイブリッドは、大方が大人と大人、要は大きい電気モーターと大きいエンジンで、電気モーター単独の走行もできたりもできますし、というようなものですね。マイルドハイブリッドでは電気だけで走ることはできません。ユウさん、お、ディーゼル入ったんですね、これは気になります。そうです、ディフェンダーですね。北斗健太郎さん、プジョー中川、さらにおしゃれなブースになってるみたいですね。インスタで見ました、私も見ました、なかなかおしゃれな感じですね。ノリアラさん、ディフェンダーに6気筒ディーゼル、これはいいですねということで、うん、楽しみ。ショーンさん、白馬もいいけど外国人に人気のニセコのパウダーじゃないんです。ニセコって何なんだろうな。小野沢さん、ディフェンダーに3リッターディーゼルいいですねというふうにいただいてます。 SUV はあんまり好きじゃないけどディフェンダーは乗ってみたいというふうにいただいてますね。ディフェンダーはまあもうかなりこう本格派ですからね、そのあたりはいいんじゃないかなというふうに思います。では続いてのニュースはこちらです。ホンダから N1 がフルモデルチェンジをして発売されました。11月の20日に発売されました。まあ以前ちょろっと話はしましたけれども、見た目がほぼ変わっていないフルモデルチェンジ、なかなか今までにこういうのはなかったんですが、こういう車が出ました。で、まあいろいろ N1 の話はちょっと細かくしようかなというふうに思ってますので、どうしようかな。まあここら辺、まあ、概要も話していきましょうか。やっぱりホンダっていうのは MM 思想、これ昔からそうなんですが、マンマキシマム、メカミニマム、人の乗るところは大きくて、その機械的なもの、エンジンだとか駆動系だとか、そういう、人の乗る空間にはあまり必要としないも場所といいましょうかね、そういったものは極力小さくしてっていう、そういうのが MM 思想という、 もう昔からのホンダの車の設計思想なんですが、まあ、その思想から生まれたセンタータンクレイアウト、燃料タンクを前席の下に置くことで広々空間を作るといったのをこの N1 でもやっているというわけです。で、ホンダセンシングが標準装備されまして、先行車に追従する ACC、これも電気式のパーキングブレーキになったものですから、完全停止までするといったものになっているというのもですね、かなりすごいなというふうに思います。それから RS というグレードがあるんですが、これは軽自動車としては初めて FF のターボと6速のマニュアルが組み合わされた。これ FF のターボじゃないのはあったんですよ、これは N 版ですでにやってたものですから、 FF のターボと6速マニュアルの組み合わせが初めてこの N1 で採用されたと、こういうわけであります。
でなかなかこうプレスリリースを読んでて面白いなと思ったのが、デザインをタイムレスデザインって書いてあったんですね。古さを要は感じさせないというような意味だと思います。時間その、ね、中にはもう10年ぐらい前の車は古く見えるような車ありますが、ほとんど形が変わってないということは古さを感じさせない、それを多分タイムレスデザインというふうに言ってると思うんですが、そういうのが多分今回の N1 の一つのキーワードになっているのかなというふうに思われます。そして、まあ、これあたりはいいですね。でホームページをちょっと一回開こうかなと思います。また調子悪かったらコメントしてくださいね。大丈夫ですね。でこれが N1 のホームページなんですけれども、これ難しいね。こうしましょうか。一番やっぱ値段はね、あの N1 は先代のモデルもそうでしたけれども、やっぱり値段が結構プレミアム軽自動車ですから、いいお値段して、一番安くても159,400円という、値段です。で、これがグレードをちょっと見ていただきましょう。でグレードがオリジナル、一番ベーシックなのがこのオリジナルというもので、その時にプレミアムっていうのがあります。でこれはまあ先代モデルもそうでしたけれども、プレミアムの方になると、まあ、ちょっとこう上級な印象の装備インテリアになっているというようなところだと思います。あのエクステリアもこうメッキみたいなものが使われていまして、より上質感を感じさせるというのがこの違いなんですが、これらは NA です。オリジナルとプレミアムは 660cc の NA エンジンで、CVT が組み合わされています。まあまあ普通に乗って、気持ちのいい、印象だと思います。でオリジナルの方はこのフレームレッド、プラチナホワイトパール、このサーフブルーというのはなかなか綺麗な色ですね。プレミアムアイボリーパール、ルナシルバーメタリック、クリスタルブラックパール、それに、ツートーンがありますね。この赤と白、白と黒、青と白というようなカラーがあります。でプレミアムの方はまた全然カラーが違いまして、こうなかなか凝ってますよね。ミッドナイトブルービームメタリック、グリーンがあるっていうのは私好きなんですが、ブリティッシュグリーンパール、プレミアムアイボリーパール2、シャイニンググレーメタリック、クリスタルブラックパールで、白で屋根が黒、ブルーで、シルバーの屋根なんですね。でグリーンでシルバー、あ、こういいですねこの辺りね。プレミアムアイボリーパールに黒い屋根というのが、これらが NA の N1 です。でターボの方はどうかっていうと、このプレミアムっていう方にターボがありまして、プレミアムツアラーというグレード名です。でホイールなども変わってますね。それからさっきから話題に出てます RS というのがあって、これはもう、走りのグレードですね。プレミアムツアラーの方は CVT しかないんですけれども、これがマニュアルモードがついてくるというのが大きな違いです。カラーはこれはプレミアムと同じなのかな、だいたい同じようなカラーのようですね。こんな色があります。で、やっぱり話題にするのは RS だと思うんですね。で、RS の方は CVT もあるんですが、CVT がまず RS 専用のチューニングがなされているんだそうです。それに加えて、6速のマニュアルトランスミッションが組み合わされているというような違いがあります。カラーはブラック、ホワイトパールに屋根が黒。これもグリーンあるんですね。グリーンに、パールホワイトの屋根。で、黄色に、黒の屋根。でいかにも RS っぽいオレンジに黒い屋根というこれだけの種類があるんだそうです。でもうほぼ200万ですねこうなっていきます。なかなかこのマニュアルで走りを楽しめる軽自動車っていうのはここ最近なかったですから、まあ、そういう点からするとなかなかこの N1 は面白いなというふうに思いますね。すごく売れるとはちょっと、なかなかたくさん売れるとは NBOX とかのように売れるとは思いませんけれども、なかなかそれは面白いところなんじゃないかなというふうに思いますね。まあ細かいのはまたこれ試乗車がもう多分出来上がるでしょうから、ちゃんとご紹介して豪華チャンネルでも細かく紹介していきたいと思いますけれども、まあとにかくこの RS っていうグレードはね、いろいろこのモデルならではのどこにあったんだったかな、特徴というのがあるんだそうで、それはどっかに載ってたんですけど、そうそう。でヘッドライトなどもこの LED のデイライトがあって、ここが方向指示器にもなるんだそうです。あのミニと同じような感じで、リアもフル LED になるということで、まあ随分ね、お金がかかってるなというふうに思います。でオリジナルっていうのがこれで、まあこっちは本当シンプルグレードですよね。ホイールなんかもこういうホイールを履いています。
で、プレミアムっていうのは上質で洗練されたって書いてありますね。でこれはやっぱり、メッキだとか、リアランプもこういうクリアタイプになってるんですね。で RS ですね。RS のホイールもマットブラックになるのが大きな違いなんですね、というような、違いがあるんだそうです。インテリアは、インテリアもご最近のホンダ車に習って、大きいディスプレイが、これはオプションだと思いますけれども、ディスプレイを中央に、高い位置に置くというようなことをしていますし、パーキングブレーキはここに用意されていますね。実際にね、これも実車を見てみたいなとは思いますけれども、随分このインテリアもそれぞれ雰囲気が違いますね。 RS になるとね、これマニュアルで、これがなんか S2000 のなんかシフトノブがどうたらこうたらって書いてありましたが、そのあたりも随分凝っているんだそうです。ここら辺がでもオレンジのコンビネーションだったら、エクスリアカラーオレンジいいかなというような気もしますけれどもね。それはいろんな方によって、好みがあるから、どれが意外にとは言いませんけれども、S2000 ベースの専用デザインって書いてありますね。いろいろ凝った、軽自動車というふうに言えると思います。では続いてはの前にコメント言いましょうか。赤木さん、マイルドハイブリッドの説明してくれてますね。モーターが2つあるかないのか、これもね、正直あんまりはっきりした定義がなくて、例えばホンダの、ワンモーター方式の iDCD っていうのは、マイルドハイブリッドとは言わないですよね。あれは普通のハイブリッドっていうんで、 IMA はマイルドハイブリッドでしたけれども、なかなかね、どっからがマイルドハイブリッドかっていうのは確かにちょっと分かりにくいところはありますが、大方なるほどそうかなと思わせるのは、電気モーター単独で走行ができるものは大体ハイブリッドと言いますね。いくら低い低速域であっても、電気モーター単独で走ることができるのはマイルドハイブリッドとはあまり言いませんね。マイルドハイブリッドというのはやっぱり、あくまでもメインはエンジンでというところですね。豊さん、マツダのロピトディーゼルも楽しみですねということで、そうですね。ヒデモンさん、北海道ニセコ市、なるほど。赤木さん、あまりデザインとか変わらないのは見に見たいですよねということで、そうですね。石井さんから、豊さん、私も楽しみですというふうにいただいてます。ヒデモンさん、 K では一番好き。ノリラさん、 N1 これほど外見の変わらないモデルチェンジもないですよねという、本当。でも中身は熱いんですよね。そうそう、熱い。我が家の軽自動車も次はホンダ、わらわらっていただいてます。さあ、そこはノリラさん次第かもしれませんね。ヒデモンさん、レース意識ですかねということで、ワンメイクレースありますもんね、 N1 はね。このクラスにしては高い。でもこれはもう N1 に関してはもともとプレミアム軽自動車というふうに言ってますから、いいんじゃないですか。豊さん、日本でグリーン系が売れないのはなぜなんですかね。こればっか分かりませんね。ちょっとお茶飲まさせてください。今日全然お茶飲んでない。田之内さん、 N1 オリジナルの普通な感じのホイールなんかいいですよね。私もあれいいと思いますね。渡辺博さん、 MM 思想ありましたよね。最近のホンダでは効かなくなっていたなと思っていました。N1 はフロントのナンバープレートが真ん中にある、他の経緯にありがちなオフセットしていない。そう、でその話をちょっとね、したかった。私もオフセットしているナンバープレート嫌いなんですが、 N ボックスもマイナーチェンジをして、情報がまた小出しにしていくんだそうですけれども、今回 N ボックスではカスタムの方は真ん中にナンバープレートするようにしたそうです。普通のはオフセットしてるらしいんですけれどもね、クーリングの影響でどうしてもそうしなきゃいけなかったんでしょうが、カスタムの方はこの写真を見てみるとナンバープレートがちょっと高い位置についてますので、なんとかそれでできるんですかね。マイナーチェンジで思ったよりかは大きなチェンジじゃないなと、たくさん売れてますから大きく変える必要もないっていうのは、分かるんですけれども、思ったより変わらないなと思ったのは正直なところであります。でこれもホームページを見ましょうね。もう外真っ暗ですね。日が暮れるのが早くなりました。今日は天気がちょっと曇り空だからっていうのがあるかもしれませんが、12月24日に登場するんだそうです。
ね、こっちの普通の方はどこが変わったのかなっていうふうに思うんですが、見比べていませんけれども、で今回は残念ながら電気式のパーキングブレーキは見送られたようですね。ですから ACC は完全停止までしない、タイプのようです。でここに書いてありますね、ナンバープレートもセンターマウントとシット回ロー&ワイドなイメージをさらに強調したというふうに書いてあります。で今回このコーディネートスタイルっていうのができたそうで、これは初代の NBOX の、時にもありましたよね。こういうルーフの色がちょっと違うようなもの、ちょっとこうこじゃれた感にしたものっていうのはあったんですが、まあ、それが、もう一回帰ってきたというようなところだと思われます。まだこれぐらいの情報しか出てないんです。細かい情報出てないので、まあ、またこれもマイナーチェンジですが、出たら取り上げたいと思います。もなかさんこんにちは、塾からです。すごいね、塾から。塾だったら勉強して今日は、夜まで塾なので、塾なので漏れないので、またアーカイブで、あ、そうそう、アーカイブで見てくださいね。ありがとうございます。またアーカイブで見てください。ヒデモンさん、 RS にレッドないのかということで、なかったですね。もなかさん、今度の水曜日から定期テスト、中間テストかな、中間テストかな、頑張ってくださいもなかさんね。嬉しいね。ま、あの勉強ばっかりこう集中しててもね、たまにこう息抜きも必要ですから、息抜きにたまに見てください。でも学業が第一優先ですよ。KN さん、最近の軽自動車はこのぐらいするのかな、グリーンは下取りが安そうで。そうですね、あの、まあ、軽自動車高くなりましたよ最近。装備が相当いいですけどね。ヒデモンさん、ライバルはアルトワークスかというふうにいただいてますが、まあアルトワークスになるでしょうけれども、向いてるベクトルは随分違いますね。アルトワークスは本当に走りにこう徹底的って感じですが、N1 の方はどっちかというとプレミアム感も持たせたというところがあります。ちょっとこうベクトルが違うのが面白いところかなと思います。豊さんから、もなかさんへテスト頑張れというふうにいただいてます。夕日天西美さん、 RS にするといかにもな内装になっちゃうんですね、ちょっと残念。まあそうですね。もなかさんへのエールが、渡辺健二さん、田之内さん、みんな優しいな、いただいています。で、赤木さんも木曜日からテストということで、赤木さんも頑張ってくださいね。渡辺宏さん、数日前インサイトの薄いモスグリーンのメタリックを見ました。あ、見ましたか。あれ見てみたいんだけど、見たことないんだな、あの色いいですよね、私好き。豊さん、赤木さんも頑張れということでいただいてます。北斗健太郎さんからも、渡辺健二さんからも、どんどん皆さんテスト頑張ってというふうにいただいてますね。あ、嬉しいね、ね、付き合いのね。なんて読むのかな、 YXIN さん、フィアット500は 875cc でもプレミアムカーだし、パンダが庶民的な位置づけらしいです。 N1 は排気量からしたら K でもプレミアムカーで素敵ですね。そうそう、もうね、排気量でその高級か高級じゃないかっていうのはもうないですもんね。今は本当にいい素材を使うか、もしくはいい素材じゃなくてもよく見えるかっていう車も中にはありますけれども、まあ、そういう使い方かなというふうに思いますね。アンズの親分さん、我が家の大親分、奥様が N1 に買い替えたいと言ってたので、オートプラネットでモデルチェンジ前の N1 を探してもらって、浮いたお金 を親分が買い替えるときに資金にするのはどうだろう、嫁には多分モデルチェンジしたかしてないかわからないよね、笑いっていうことで。いや、私もわかんないですよ、外見だったらどっちがどっちかなというふうな感じですからね。オートプラネットで、あのホワイトハウスでホンダやってるもんですから、そっちでぜひお願いいたします。遠いけどね。石井さんからは、いい計画だと思いますいただいてます。ありがとうございます。だいたいね、もうこのオートプラネット、そのアンズの山さん分かんないと思いますね、あれなんですが、このオートプラネットから車でね10分もしないところにねあるんですよ、ホンダのお店。だからね、あんまりオートプラネットでねホンダの中古車置いてないもんですから、そこに立派な中古車展示場があるもんですから、また何か、気になる N1 があったらご相談ください。あのツイッターでも何でもいいですから。赤木さん、 RS だと G センサーやブースト系があるらしいですよ。そうそうそう、インフォメーションディスプレイでね、G センサーやブースト系に変えられるのが RS だそうです。アズナヤブンさん、石井さん、お主も悪じゃのうと聞いてます。面白いですね。で、豊さん、ガンズナヤブンさん、大親分騙すと後で高くつくかもって言った。面白いですね。で、石井さんが、いえいえ、アンズの親分さんほどだよということで、何なんですか皆さん、なんか愉快な人たちばっかじゃないですかこれね、本当にいいね。赤木さん、間違い探しレベルということで、アンズの親分さん、豊さん、鋭いというふうにいただいています。田村さん、N ワゴンにはあるテレスコがないらしい、なんて答え。ああ、そうですか、チルド&テレスコピック欲しいですよね。
渡辺博さん、 S2000 のシフトノブはチタンの削り出しだったような気がします。ほう、初期はツルツルで、途中からツルツルではなくなった、N1 は軽自動車なのでコストの兼ね合いがあり形状を真似たのでは、多分そういうことでしょうね、形状なんでしょうね。のりやらさん、もなかさんもあかぎさんも本業頑張って、でたまには息抜きも必要ですよというふうにいただいてます。で、あかぎさんが感謝のお言葉、 BMWX さんもテストなんて懐かしいなというふうにいただいてますね。スタートが遅かったから大変だね。ゆういてい西見さん、ホンダはプレミアム路線ですよね。スズキはしっかり安いグレードがあるので庶民的でいい。ちなみに私はアルト F5AGS が好み。まだアルトにあの AGS ってあるんですか。スポーティーじゃない、クラッチレスマニュアル、要はシングルクラッチの、なんて言えばいいの、半自動タイプの変速機ですね。内外装が素朴、他車押しで失礼ということで、まあまあいいんじゃないですか。ショーンさん、大親分さんにアーカイブ見られないように気をつけないとですね。本当ですね。アンズナヤムさん、アンズナヤムさんの奥様はこの豪華チャンネルのことでご存知なんですか。大丈夫ですか。赤木さんから BMWX さんにありがとうございますというふうにいただいてます。じゃあ、まあ、またあのカクカクになるでしょうけれども、続いてはこちらのコーナーです。はい、動画があるんですよ。ちょっと心配ですが大丈夫かな。怖いですね。大丈夫かな。とりあえず今ネットの調子は悪くないようなので、そのあたりは安心なんですが、まあ、やっていきましょうか。やっていきましょうかね。まずはとっとと行きましょうね。とっととね。まず、プジョーの308アリュールです。2016年式33100キロ、149万9000円であります。ガソリンエンジンの308ですね。赤いカラーの魅力的な位置です。あ、ひでもんさん、今日はね24台、やっていきます。アンズの親分さん、ショーンさんへ、大親分は車のこと全く分かりませんから大丈夫っていうふうに言ったり大丈夫なんですね。ちなみにこれナビついてますね。はい、では続いてはこちらです。プジョー 308SW の GT ブルー HDI です。それも8速のオートマチックの、要は2リッターディーゼルの最終モデルと言ってもいいかもしれませんね。2019年式の6800キロ、269万9000円です。もう2リッターのディーゼルが新車からドロップアウトしましたので、新車からというかラインナップからドロップアウトしましたので、気になっている方はぜひご注目いただきたい、308SW です。ブルーのマグネティックブルーかな、この頃はね。こちらが入りました。まだ本当に去年の12月登録の車ですから、非常に魅力的な一台だと思います。では続いてはこちらです。カクカクしてますねってヒデモンさんいただいてますね。プジョー 2008 GT ラインブラックパックです。2020年式の100キロ、229万9000円。これももうほとんど走っていない、モデルですね。もうナンバーだけつけたというようなモデルだと思います。まだシートもカバーがついてて本当綺麗な状態でした。なかなかこれも見る。でガラスルーフついてましたね。229万9000円です。これってなんか革シートに見えたんですけど、革じゃなかったのかな。なんかすごくいい感じのシートに見えました。小野沢さん、プジョーの中綺麗といただいてます。ゆうたかさん、アンズの親分さんへ、実はそう思わせて手のひらで遊ばせておくのが大親分の作戦なのでは、笑いといただいてます。そうなのかな。つーさん、学生の皆さん頑張ってくださいということで、赤木さんともなかさんにコメントいただいてます。ありがとうございます。石井さん、渡辺健二さん、豪華さん、先日はフォローコメントありがとうございました。いえいえ、あの前回のねライブの後にコメントを、すごくこう渡辺健二さんと石井さんが熱くされていて、私もその中にちょっとお邪魔させていただいて、よかったです。大変嬉しかったですということで、嬉しいな。お二人に膝詰めで、新車もいいけど中古輸入車も素晴らしいよという洗脳アピールを受けて、それも賢い選択肢だと本気で思い始めています。いろんな選択肢があるんですよね。新車はもちろん新車の魅力がある。で、中古車は中古車の魅力がある。それはいろんな条件を組み合わせて、だから私は新車しか考えないとか中古車しか考えないというよりかは、全部広い視野で見て、そこからお金の問題とかも見て、やってみるのがいいんじゃないですかね。私はね、どちらかというと、まあ今こう見ていただいても分かる通り、中古車になるとね、
が随分安くなるんですからね、私はまあ中古車にしようかなと思ってますが、フラットアーサーさん、プジョーはリセールが悪いのはなぜというふうにいただいてますが、まあこれは、なんででしょうね。でもこれも、多分変わってくると思いますよ。今の208とかは非常に人気で、ありますし、実際に308とか5008に関しては決してリセールは悪くないですね。車によってはそういう車がある。どこのメーカーにおいても圧倒的に人気が低い車だとか、市場にあふれかえっている車っていうのはリセールが悪いっていうのは正直なところだと思います。アンズの親分さん、大親分の知り合いですかって見てますね。渡辺健二さん、石井さんへ、気持ちが伝わってよかったですということでね、渡辺健二さんもすごく嬉しいコメントいただいて、もう次はオートプラネットで車を買ってくださるという、宣言までしていただいて、もちろんそれはいつのことになるかわからないです、いつのことになるかわからないんですが、そういうもうコメント、奥様にまで承諾を得ていただいているというコメントでとっても嬉しかったものですから、ありがとうございます。石井さん、もちろんゴーカーさん的には直下のオートプラネットで購入しませんかアピールを含んでのことでしょうけど、まあまあね、それはもちろんそうなんですが、なんていうのかな、例えば新車のことしか見てないとそれだけなんですよね。やっぱね、視野をね広げるとね、面白さが増えてくるんですよ。で、面白いってことはね、ワクワクするんですね。ワクワクして車選びをするっていうのがすごくこう魅力的で、その買った後もすごくこう愛着が湧くところもあると思います。ですから、そういうこともあってそういうような発言をしているというふうに思ってます。もちろんオートプラネットで買ってくださると嬉しいです。渡辺博さん、動画に切り替えた途端、カクカク映像に音声は時々プチプチと雑音が入る。多分ギリギリの状態なのでしょう。なるほど。ね、多分で今これスライドショーだといいんでしょうね。豊さん、アンズの親分さん、所詮男が奥さんにかなわないのは世の常ですから夕日亭西美さん、2008ブラックパックシートヒーター付きのレザーシートっぽいです。あ、調べてくださってありがとうございます。フラットアーサーさん、この頃の安全装備はということですが、この頃の、ね、安全装備はね物足らないです。赤外線レーザー方式の衝突被害軽減ブレーキしかついていませんね。時速30キロ以下での衝突被害軽減ブレーキしかついていません。はい、では続いてはこちらです。プジョー2008のクロスシティです。2016年式、28,300キロ、179,900円であります。あ、渡辺健二さん、100人突破しましたで、ありがとうございます。いつもね、ご報告いただいてありがとうございます。多くの方に今日は、のっけから随分、変なことになっちゃいまして失礼しました。まあ今もいいかどうかはわからないんですが、ちょっと困っておりますけれどもね、まあ、ちょっと今後これでやっていかないといけないというのはちょっと嫌なんですが、まあ、ちょっとまた相談しておきます。パソコンの動きが悪いんで何とかしてっていうふうに聞いておきます。アンズの親分さん、豊さんの言う通りです。私は大親分の子分ですから面白いですね。KN さん、値引きに頼った車種はリセールが悪いですよ。昔のマツダやボルボがいい例ですね。そうですね、それもそうですね。プジョーはこれからリセール良くなりますよ多分っていう、ね、私もそういうふうに思ってるんですけどね。のりやらさん、以前収録の際にも何度も話しましたが、本当にワクワクします。オートプラネットさんでさまざまな展示車両を見て歩く夢のような時間ということでね、これは本当に嬉しいことに、ここ最近いろんな視聴者の方が来てくださるんですが、皆さんそういうふうにおっしゃっていただいて、遠くから来て、よかったよというふうに言っていただきます。大変嬉しいです、ね、なんかのチャンスで、来ていただく機会があればぜひお願いいたします。石井さん、KN さん、多分笑いって来てますね。あ、プジョーの話ね。はい、では続いてはこちらです。これ動画だから動きが悪いかもしれない。プジョー508グリフです。2015年式、27,900キロ、169,900円です。先代の508の後期モデルですね。上級グレードですね。革仕様の508です。この車もね、もうほとんど走ってないですから、希少なセダンが欲しい方はおすすめしたい一台です。まあちょっとね、セーフティー系がちょっと物足らないっては物足らないんですけどね。はい、では続いてはこちらです。メルセデスベンツ、8,300キロ、400です。ガソリンエンジンのクラスのステーション、
ゴンは、わしステーションワゴン推しで、あんま人気ないのかなと思ったら意外に人気あるようですね。今 E クラスのステーションワゴンちょこちょこあるんですが、問い合わせ結構来ています。ありがとうございます。スマートの44パッションです。2016年式の4500キロ、119万9000、シルバーのスマート44でございます。大人気のスマートで44で、オートプラネットに今相当ありますね。まあ、今日の特集で後でオートプラネット の、 その、今のどんな車があるかという話をやりますが、そちらでまた紹介していきたいと思います。田之内さん、2008クロスシティリアバンパープロテクター付きですね。何気に貴重。ああ、そうですか。気づきませんでした。豊さん、新型が出て良質な旧型2008が市場に出回るとゴーカーさんが忙しくなりますね。そうですね。すでに208がその気配ありますね、今。特に後期型、そんな気配が強いです。フラットアーサーさん、今の2008も半年過ぎれば中古車が出るのかなということですが、どうですかね。今結構2008人気ですからね。そんなにたくさん出てくることはないような気がしますけどね。ヒデモンさん、こんな顔だっただ、なんだろう。アンズノエムンさん、高い車になると声が切れてくるの、その奥様のっていうことかな。一国道になっています、声が。おかしいのね。キエヌさんから、石井さんありがとうございます。ボルボがいい例ですね。知らないうちにプレミアムブランドになりましたから。そうですね。キエヌさん、ベンツになったら音声悪いです。あ、やっぱりあの動画の時が音声悪いね。スマートの奥に見える黒っぽいセダン、てんてんてん、なんだろう、スマート、あー、なんだろう、スマートの奥に見える黒っぽいセダン、この次かな、なんでしょうね。あ、 S60 かな。S60 の新車ですね、これはね。はい、では続いてはこちらです。メルセデスベンツの A250 シュポルトフォーマチックです。2017年式28700キロ、319万9000円。サンルーフがついてました。パノラミックスライディングルーフのついた、オプションのついたモデルでございます。四輪駆動の A250、 結構この車人気ですね。あんまり世にないからかもしれませんが、非常に結構すぐ売れていく車ですね。そうか、世間の皆さん3連休なんですよね。私は昨日も今日も仕事で、明日はお休みいただいてますが、ね、まあ、コロナもいろいろ増えてきてちょっと心配なところはありますけどね。はい、では続いてはこちらです。メルセデスベンツ GLC250 フォーマティックスポーツの本革仕様です。2018年式の2500キロ、489万9000円。このヒアシンスレッドの、ね、GLC って珍しいんです。あ、いい、よかったですよこれ。結構私好きでしたけれども、これもパノラミックスライディングルーフがついていてね、この赤いカラーも多分日本全国探してそんなに台数ないと思いますので、気になるという方はお早めに、ご連絡いただきたいと思いますが、これはガソリンエンジンの方の GLC であります。KN さん、BMW X さんはかっこいいですねといただいてます。 KN さん、ガチガチの足のやつですかということで、多分あの A250 は足硬い方だと思いますね。多分ちょっと乗ってないので分かりませんが、多分そんな気がします。では続いてはこちらです。メルセデスベンツ CLS220D AMG ラインです。2015年式32500キロ、409万9000円です。クリーンディーゼルエンジンの CLS、 この車も割と人気ですね。やっぱり随分お求めやすい価格になってきたから、後期、先代の後期型ですけれどもなってきたというところだと思われます。このサンルーフがねついてましたね。はい、では続いてはこちらです。メルセデスベンツの A200D、 現行型の A クラスのディーゼルのベーシックなものですね。2019年式7600キロ、339万9000。いや、新車の値段見ると随分安いなと思うんですが、もちろんナビとレーダーセーフティーはついてましたけれども、このベーシックなものには私乗ったことないので一回乗ってみたいなと思うんですが、こちらが入ってまいりました。警備課刑事さん、輸入車って国産車と違って年式が分かりにくいし、ボディカラーや装備のバリエーションが比較的少ないので選びやすいですよね、ということで。輸入車って国産車と違って年式が分かりにくい。ああ、そういうことね。なるほどなるほど。割とこうロングライフの車が多いですからね。はい、では続いてはこちらです。
メルセデスベンツ C220D ステーションワゴンスポーツです。2016年式33,500キロ、319万9000円ですね。クリーンディーゼルエンジンを搭載したステーションワゴンの、まあ、スポーツなので、エアサスペンションのついたモデルですね。あ、KN さん、ヒアシンスの GLC は買いですね、サンルーフ付きということで。そうなんですよ、あの本革仕様っていうのにするとサンルーフも一緒についてくるんですが、あれはすごくいいと思います。石井さん、オートプラネットのサイトから検索をするとオートプラネットの在庫が表示されますが、上段のホワイトハウスグループ中古車在庫一覧をクリックすると大量の在庫が表示されますが、グループ全体の在庫ということでしょうか、ということで。そうです、おっしゃる通り。で、これ実は何でかっていうとですね、このオートプラネット名古屋 その何箇所ぐらいあるのかな、 2,3 箇所こうでっかいこう、サイネージがね、そこのサイネージで、要はオートプラネットにはないんだけれども他のお店にあるような車が探せるといったそのサイネージがあるんですね。で、その子でも見やすいようになっているということで、そのグループ全体のものが見えるようになっています。ホンダももちろんそうですし、各お店にある中古車そのも一緒に見れるというのがそのグループ全体の在庫という意味です。BMWX はメルセデスのアンビエントライト好きですということでね、64色切り替えられるものですよね、ありました。では続いてはこちらです。マツダデミオのクロス D テーラードブラウンという内装色がおしゃれで、2018年式13,200、124万9000円。革ではないんですが、この、まあ、テーラードブラウンというぐらいですか、ブラウンなんですけれども、その濃いブラウンではなくて明るいブラウンで、マツダらしいですね。こういうのは日本の自動車メーカーあまり他は出さないんですけれども、こういう特別商社だと思いますが、こういうモデルがあったんですね。なんかさっきから鼻ばっかりいじってると思います。鼻がかゆいんですよ。ごめんなさいね、鼻がかゆいんです。このモデルが入ってまいりました。石井さん、そのうちでもゴーカーさん的にはオートプラネット在庫を優先してみてねということですかね、ということですが、まあそうですけれども、まあまあホワイトハウスグループ全体で、見ていただいていいと思います。やっぱね、それぐらい広い範囲で見ていただいた方がいいと思いますね。たくさんの中から、まあ、選ぶのも大変かもしれませんが、見ていただくとより楽しみは増えるかなという気はいたします。まあ、続いてはこちらです。レクサス RX450H ラディアントエアロスタイルです。2014年式28,600キロ、319万9000円。これも内装色がこういう茶色のモデルで、これも特別商社ですかね、ラディアントエアロスタイルっていうね、先代の RX のハイブリッドですね。これもサンルーフのついてくる車が今回多いんですが、そうです。ヒデモンさん、デミオもかっこよくなったねということで、そうですね。KN さん、GLC 本革仕様ならブルメスター付きじゃないですか、欲しいということで、そうです。ブルメスター付きです。あれいいと思いますよ。どうですかって言って、DS7 から。では、続いてはこちらです。レクサス RC350F スポーツ。プライムブラック V6 の 3.5 リッターですね、これはね、499万9000円であります。2018年式の2万キロ、499万9000円。 RC はね、私あんま乗ったことないのでどういうのかあんま分かってないんですけれども、まあ IS ベースのクーペですからね、まあ、V6 もこれで 3.5 リッターだったら相当な、ものなのかなという気はしますね。ではこちらです。マツダのロードスター RF VS です。2017年式で4100キロしか走っておりません。289万9000円。これオートマチックのモデルでした。あ、いいですねこれこれ私好きなんですよ。前オートプラネットチャンネルでは取り上げて紹介したことあるんですが、なかなかこの電動で開く動きも魅力的ですし、やっぱオープンの開放感がいいですし、オートマチックでもなかなか楽しいですしね、まあ、マニュアルっぽいんですけれども、なかなかこれは魅力的だなと思われます。渡辺博さん、新車にするのか中古車にするのかはお財布との相談もあるけど、先ほどからゴーカーさんが安全装備がちょっと言われている、安全装備をどこまで求めるかである程度は決まるでしょうと。私が BMW118i M スポを買うとき、
全装備はほとんど気にしていなく、4気筒ガソリン、メーターの照明がオレンジになっている最終年になる2015年の車を迷わず買います。なるほどね、あと色も大切、何を優先するかを決めることです。そうそう、優先順位はね、大きいですね。いやいや DS7 に怒られますということで怒られるんですか。はい、では続いてはこちらです。トヨタのハリアープレミアムスタイルモーブです。2015年式、36,200km 249万9000円です。もう特別商社ですか、私よく知らないんですが、スタイルモーブって何なのか、内装に取りましたけれどもね、まあハリアーでこれぐらいの値段だったらお買い得な感じがしますけども、どうなのかな。はい、あんま喋ることありません。動きは大丈夫ですか？大丈夫そうだよね。大丈夫そうだよね。はい。では続いてはこちらの車です。レクサスが多いですね。レクサスの IS250 です。2013年式 46,300km 199万9000円。まあ IS も安いもんですね。こんななんだ。まあ2013年式だからかもしれませんし、まあこれは特に、ベースのグレードなのかな。バージョンなんとかって入ってませんので。まあ、それにしても199万9000円だったら結構お買い得な、印象を持たれるんじゃないかなというふうに思いました。 IS もね、息長いですね。これのモデルのマイナーチェンジがこの間行われましたけれども、だから現行型っていうと言い過ぎかもしれませんが、まあ、現行型に近いモデルっていうのは現行型に近いモデルですよね。デミオの 1.5 モデルは乗ると素晴らしい。ああ素晴らしいですね。ヒデモンさん、ベルランゴが隣にということでよく気づきましたね。フィールです。前ちらっとお見せしましたよね。あのフィールが置いてあります。夕日亭西美さん、こうして並ぶとベルランゴでかいなということでベルランゴでかいですね。ノリアラさん、渡辺博さんの言われる通り優先順位は別ですね。私もディーゼルというところは譲れませんでしたのでというふうにいただいています。では続いてこちら、シトロエンの C3 レザーエディションです。これまた先代の C3 のですね。面白い。珍しいですね。続いて、DS3 の屈強9000の屋根の開閉できますし、これね、動画ダメだね。何がそんな、あ、確かに、ね、はい、じゃあこちらです。ルノートゥインゴインテンスキャンバストップです。また動画です。これ、2019年式の 1000km 190動画になると音が聞き取れないということで動画はもうやめましたけれども、フラットアーサーさん、 C3 も変わるけど情報入ってますかということですが、入ってないんです。あの本国ではマイナーチェンジしましたけどね、特に入ってません。ヒデモンさん、面白いと珍しいしか分かんなかった。面白いと珍しい、あ、さっきのね、分かんないんだね。宇宙語 DS3 の良さね。 DS3 のかぶり用は大丈夫ですか。 DS3 のカブリオは、まあ、珍しいんです。であの DS の顔つきが珍しいのと、あと5人乗りのオープンっていうのが珍しいです。で走行中に120キロ以下までだったらば走行中に開閉ができるのも嬉しいところです。で
を開けた時 の、 あのリアのスタイリングがなかなかユニークで面白いと、そういうふうな話でございました。負荷が厳しいですかね、今日のアーカイブは見れないかなって見てくださいまあもう飛ばし飛ばしでやってもらうしかないですよね。そうですね、だから要は動画で撮ったものがダメなんですよね。動画で撮ったものがダメだった、 C3 のところもダメだった。 C3 のところに関してはレザーシートの、使用で、特別照射、珍しいところかなというふうに思います。石井さんやばいかもというふうに、BMW さんが書かれてますね。とりあえず今はいいと思うんですけどね、ちょっとまあいろいろ調査しますね今度この1週間ね。C3 の説明から全く分かりませんということで、今喋ったから大丈夫ですよね。フラットアーサーさん DS って売れてないですよねということですが、まあ知名度がもうちょっと高くなるといいですね、そういうふうに思います。では続いて、BMW の 320iM スポーツです。2016年式、18,300 キロ、ブラックです。279万9000、人気の M スポーツ、ガソリンエンジン仕様の3シリーズでございます。で次また動画なので、先に言っておきますが、118i のスポーツが出てきます。2015年式24,500 キロの179万9000、それ流します。まあそれにしても今日は困ったもんですね。声がほとんど調子が悪い。 CPU の使用率が確かに高いんですよね。 50% 超えてるんで問題があると思うんで、またちょっと下げましょう。 CPU の使用率が明らかに高いですね。前は10%だったのが50%なので、はい、動画にするとここに CPU の使用率が出てくるんですが 50% に行くんですね。でやっぱその CPU の使用率が高いとカクカクなってしまうというようなことで、今実は、このスライドショーにしてる時は 20% なんですよ。でいつも 10% から 20% ぐらいの間うろちょろしてるんですが、それよりもちょっと大きいということはやっぱり何かしら問題があるように思えますので、そこはまたちょっとこの1週間でいろいろ研究してみたいと思います。湯坂さん今日はゴーカーさんのトークを勝手に妄想して楽しむありがとうございます。あれ、そういえば今更ですけど湯坂さん今週仕事って言ってなかったっけ、大丈夫ですか、なんか出てくださって嬉しいんだけど、ありがとう、ちょっと心配しました。KN さん確かに今はいいですよということで、音声ね、安くない、普通に聞こえるっていうことですね。はい、続いて最後、アルファロメオジュリエッタスポルティーバです。2013年式39,300 キロ、179万9000、珍しいこうグレーに赤い革ってなかなかねおしゃれなところですけれど、こんなところでございます。はい、どうですか、なかなかちょっとね調子が悪いと気分も乗りませんね。フラットアーサーさん、ジュレッタかっこいいということでありがとうございます。ちょっとお茶を飲ませてください。ちょっと休憩します。今はどれぐらいの方が見てくださってるのかな。100人を超える方が見てくださってありがとうございます。すいませんね、いろいろちょっと調子が悪いにもかかわらず多くの方見てくださって感謝します。ありがとうございます。今日はもうこの後動画ありませんから、パソコンの画面を見ていただくというふうな方式でいきますので、まあ多分大丈夫だとは思います。まあ逐次なんか調子悪かったら言ってください。夕日天西部さん、動画配信が人気で YouTube も最近サーバー負荷が大きくて結構不具合出てるみたいですということで、そうなんですね。いやでもね、多分ねパソコンの問題だと思うな、まあ、両方あるのかもしれないけど、パソコンの問題は結構大きいと思います。今もこれ CPU 使用率が 29.4% っていうのは明らかに高いんですよね。いつもよりも全然高いので、その後が、ちょっと嫌なところですが、アンズのヤムさん、今日はお茶だけですかということで、ちょっと今日お茶だけ、もう最近お茶だけにしました。もうね、まあ、甘いもの飲んでもダメかなと思って。ケイヌさん、新入校無事終了ですが、無事かどうか分かりませんね。まあ難しいもんですね、なかなかね。
それから警備課刑事さん、背景のアルファと水筒が同じ色です。そうそう、これアルファ、そうそう、さっきねその1号球って言われた方がいて、そうそう、これ分かんないよね、スパイダーかどうか分かんない、これパソコンの画面が邪魔だよ、どうすりゃいいんだ、変に動かすと、こうすれ、あ、これ見えないね、見えないね、見えないっていうか、これを、そっか、これを上げればいいのか、こういうことができます。あ、これ私が動いちゃった、私が動いちゃったね、こんな感じ、こんな感じです。ここスパイダーね。ね、こういう風になるんですよね。面白い。すごい時代になったもんですね。でも実際は緑の幕なんですよ、ここは。ね。こう、ほんとよくできてる。ね。こんな風に。こう、こう天気予報なんかこうやってやってるんですよね、いつもね、こうやってね。今度ここあの日本地図かなんかしてやりますか、で皆さんどこですかとか言って、ここにお住まいの方とか貼りますか、面白そうですね、それ皆さんの名前の付箋なんか作って、それやろうかな、今度それ面白いな、どうですか皆さん、皆さんの住んでいるところで書いてもらう、で、この辺りとかね、もうちょっと右の方とかね、そう県は大体分かりますが、市とか町まではなかなか分からないものですから、もうちょっと右の方ですねとか左の方ですね、でそれ今度やりましょうかね、それちょっと面白いですね。でもちょっと待って、それは、こっちに映像が出てるわけだから、あ、でもそれに付箋貼るのは別に合成してるからいいんですよね、うまいこといくんですよね。で、アンズのエイブンさん、恒例の白板でお願いしますということで白板もまたやりますね、今日はやらないですけどね。石井さん、ゴーカーさん、オートプラネットでは輸入中古車販売に際して下取りのような買い取りも行っているのでしょうか。もちろんしています。遠隔地でも対応できるのでしょうかということですが、これがね、査定をすることがやっぱり現車見ないとできないもんですから、ちょっとそこは難しいかな。ちょっとその下取り買い取りに関してはやっぱ来ていただくということで、来ていただくのが難しければ、もうそれはお近くの、買い取り屋さんとかに持っていていただくということになっちゃいますね、申し訳ないんですが。アンズのヤムさん、私のアルファは黒でしたということです。アンズのヤムさんもスパイダーだったんだよね、不思議な感じ。フラットアーサーさん、グッド、何がグッドだったかな。BMWX さん、警備課さん同じことを思いました、あ、水筒と同じ色ってね、そっかそっか、それもこう並べると分かるね、あ、これどっち、こっちか逆にいると分からない、ここがね、こんな感じね、なるほどねモンテカルロブルーという色 でこれがややこしいことに、ジュリアにモンテカルロブルーっていうのがあるんですが、そのジュリアのモンテカルロブルーは濃いブルーでしてね、時代が変わると色が変わるというややこしいことになる。ヒデモンさん、オンラインオフ会笑いっていうふうにいただいてますね。そうそうそう、マーさんがオンラインオフ会っていうのをされててね、オフ会っていうのはオンラインじゃないからオフ会なのに、オンラインオフ会っていうとどういうことなのかちょっとわけが分かんないなと思ったんですが、そういうことをやればいいんですか。アンズのオヤムンさん、所有者と名前でどうでしょう。うん、なるほど、名前と所有者をやって、ここに貼り出す、面白いですね、それやりましょうか。ゆたかさん、今日は急な変更で休みになりましたが、来週日曜が仕事になりましたので、ああそうですか。サーコーさん、いいですね、それ。北斗健太郎さん、いいですね、やってみましょう。ああいいですね。日本地図を、じゃあ今度ここへ移し出して、ここのどなたさんっていうふうにやりましょうね。面白い。ゆたかさん、ナンバーが1号球。そう、この頃はね、1号球にしてた。1号球じゃないのに1号球と見せかけて1号球じゃないのよという、本当に分かってる人しか分かんないようなつまらんことをやってたんですが、ケーヌさん、ヒデモンさん、いい提案ですね。ヒデモン、あ、オンラインオフ会ね。フラットアンサーさん、ホワイトハウスグループで下取りと買い取りは同じ値段ですかということで、同じですね、多分同じだと思います。では今日の特集に入っていかなきゃいけないんですね。そうそう、でオートプラネット名古屋に今ある車をいろいろ見ながら皆さんとああだこうだ言いたいと、そういう緩い回でございます今日は。これね、いいんですよ、準備必要ないんで準備必要ないってこと、準備は一応してるんです、何喋るかっていう準備はしてあるんですが、一応そういうことをしてあります。で、実はあの
このオートプラネット名古屋なんですが、プジョーに関してはこの認定中古車店でありまして、プジョーアプローブドサイト統合という一応お店の名前になっております。で、今日はね、安いもん順にちょっと並べてみようかなというふうに考えておりまして、まず、まあ、これね、メーカーごとに分けてやろうかなと思ってます。で、ゆうひてにしみさん、水筒もグリーンにすれば水筒が映らないかも。ああ、そうですよ、そういうことだと思いますね。ひでもんさん、155台あ全部でっていうことかな。まだまだあのアップできてない車がいっぱいありますので、多分今200台ぐらいあると思いますが、とりあえず見ていきましょう。この間のりやらさんからメッセージをいただいて、まあ、娘さんがもうすぐ免許を取って、何かその免許取り立てでこういう車乗ってくれたらいいなって、多分お父さんの夢でもある話だとは思うんで、娘さん本人がどこまでうんって言うかわからないんですが、まあ、そういう方にとってはね、まあ、そういうお話もしていきたいなと思うんですけれども、この208のね、7年落ちの5万キロなんか89万9000円、ね、値段も随分お求めやすい価格ですし、色もおしゃれなカラーでなかなかいいんじゃないかなと私思いますけれどもね。で、まあ、この辺りは正直私そこまで、まあまあ魅力的なんですけれども、個人的になんかこれっていうの話を、するとしたらですね、まあ、こんなんが今ありますっていうふうに見とってくださいね。R シートもこの車すごい注目度がありましてね、非常に問い合わせ多いです。ね、多いでしょ、今いっぱいありますでしょ、208と2008いっぱいありますでしょ。 これもねやっぱ珍しいって言われますね。 RCZ のマニュアルの、トルマリンレッドというカラーね。ちょっと待ってください。ゆうひてにしさん、実験してもらいましょう笑いと KN さんからいただいてますが、それは何の話、緑の水筒の話かな、だったかな。そうですね、緑の水筒送ってください。だってこれ使えるんだもん、まだ使えるんで、新しい水筒買わなくてもいいかな。それから緑茶のペットボトルかなんか置いてみますか。そうするとどうなるかっていうのをちょっと見てみたいですね。アンズのエヴァさん、風呂突入します、連休中なので箱根で買った湯の花入れてますということで、おいいですね。風呂突入しながらアンズのエヴァさんっていつも見てもらってるんだったっけな。ケイピカケイジさん、夕日天西日さん、確かにそうかも、緑色の服着てもらったら豪華さんの顔だけになるかなということで、これね、実はね、今これ緑でしょ、緑って皆さんとかわからないんだけど、緑の膜を張ってるんですよ。で、その緑の膜を変えるっていう設定にしてあるんですね。で、この緑っていうのをね、多分白にしちゃったらね、いいと思うんですよ。白にしちゃったら小林のシャツとかね、でも今これ上着てるからダメだけども、夏だったら白いところなしで顔だけになって、下手したら顔も多少白っぽかったら、白くに認識されちゃうかもしれませんけどもね。田之内さん、価格安い順の並び替え大好きです笑い。ですよね。渡辺健二さん、豪華さん、視聴者の皆さん、18時から予定があるので落ちます、申し訳ありませんということで、1時間もかからず終わるのですが、帰宅して まだやってたら参加します。やってないです。視聴者の皆さん、楽しまれてくださいということで、渡辺健二さんありがとうございますね。すいません、今日はスタートが遅くて、申し訳ありませんでした。アンズのエヴァンさん、おいしいクラスまだあるのかな。 ありますよ、後でまた話しますね。石井さん、渡辺健二さん、残念です、お疲れ様ですと、北斗健太郎さんからもいただいてます。健二さん、アンズのエヴァンさん、ごゆっくりお風呂という感じですね。豊さん、渡辺健二さん、お早い期間お待ちしておりますといただいてます。北斗健太郎さん、アンズのエヴァンさん、風呂上がりに歯も磨いてくださいって。全然本題に入れてませんね。皆さんのコメントが面白くて。渡辺健二さんから、皆さんへありがとうございますということでね。渡辺健二さん、気をつけて、どっかに行かれるのかな。行ってらっしゃい。またコメントお待ちしてますね。で、私の今、一押し、っていうか一番気になってるのはこれです。まあまあ、しつこいなって思われるかもしれないけど、308のテックパックエディションです、これ。239万9000円です。まあ、今回ね、液晶になったって、まだあれね、液晶になったの私見てないんですよ。見に行きたいなと思ってるんですが、ちょっと行ってる暇がなくて行ってないんですが、これはまあ液晶じゃないんですけれども、これまた動かすと調子悪いか、大丈夫かな。
シートがねいいわけですよ。この見れるかな、オレンジとブルーのね、まあ普通ではなかなかありえないようなセンスのシートなわけですよ。で真ん中がブルーでね、でまあ 1.5 のディーゼルとの組み合わせでね、これはね本当に私はねいいなと思ってるんです。アズノヤムさん、ケイヌさんへ、コロナ禍で出られないのでせめて風呂ですとね。ケイヌさん、渡辺健司さんへ、また来週よろしくお願いしますと。ヒデマさん、逆に一番高い車も気になる、あそうですね、BMWX さんから渡辺さんにまたよろしくお願いしますといただいてます。はい、これいいですよ、これ気になってます、やっぱり気になってますね。これはねナビはね確かついてなかったと思うんですが、アップルのカープレイ、アンドロイドオートついてるので、私はもうそれでこと足りるかなと思ってる一人です。それからもうちょっといきますね。気になるのは気になるんです、この 308cc のローランギャロスは気になるんだけど、まあセカンドカーだったらいいんだけどな、自分で使う車としてはね、やっぱね ACC がないんでね、ちょっとねやっぱりね、もうこの頃の 308cc は見送らざるを得ないかなと。そんな ACC とかいらなくてオープンがいいなっていう方はね、気にしてみてください。ローランギャロスいいと思いますよ。てか 308cc がいいの、 1.6 リッターのねターボと 6AT の、ね、組み合わせはね非常にいいしね、乗り味はしなやかで気持ちいいしね、いいんです。石井さん、308このテックパックサイドで見ています、いいですねということで、嬉しいの、ありがとうございます。いいです。まあ傷はねちょこちょこありました、あのボンネットのところにねちょっと線こ傷があって、だけどまあまあまあいいかと思って、まあ中古車ってそういうもんだなと思っています。アンズノヤムさん、308と乗ってらっしゃる V60 のサイズ感を教えてくださいということなんですが、全長に関しては、V60 が 4.7m 弱ですね、ですが308は 4.3m 台だったかな、忘れちゃったな、 4.3m ぐらいなので、だいたい 30cm ぐらいやっぱ長さ短いですね。幅に関しても幅でだいたい 4-5cm 狭い、1815だったと思いますので、308は一回り小さい感じ、あの私数日間乗ってましたけれども、乗りやすくていいなと思って乗ってましたよ。雪風さん、 308cc とても良かったですよ、雪風さんは 308cc 乗ってたんだったっけな、前なんか書き込みがあったような気がする。ひだまりさん、唐突ですが、貴景勝優勝ということでおめでとうございます。ひだまりさん先週そうだったかな、あの千秋楽と一緒で、どうしようって言われて、両方見てくださってたのかな、ありがとうございます。夕日亭西見さん、テックパックもいいけどロードトリップもいいよね、ソリッドホワイトあるしということで、そうロードトリップもいいんですけどね、で私はねあのねブルーとオレンジのねあのステッチが好きなんで、真ん中がブルーなのがねあの組み合わせが好きなんです。いいなと思って、あれロードトリップもいいんですよ、ロードトリップもいいんだけど、すごく悩ましいところかなと思います。フラットアーサーさん、 ACC は全車速といただいてますが、308の話かな、あの全車速ですよ、ただ設定するのは時速30キロ以上じゃないとできないんです。それがねちょっと不満なところ、止まった状態で聞かせられないのが気に入らないところです。であとねこのね RCZ の GT ラインこれもね 6MT のね左ハンドルで、まあこれも自分で乗ることはまあないんだけれども、ないんだけれどもね、人の乗ってない車に乗りたい欲がね最近またねこうふつふつとこう湧き上がってくることを考えるとね、これいいですよ、後期でね、まあ、左ハンドルっていうのは正直あんまり好きじゃないんですが、こう注目の一台かなという気がしますね。まあ、多分自分では乗らないけどね。それから、まあ、1.5 のディーゼル、このあたりいいんですよ、アリュールのブルー HDI とかね、GT ラインのブルー HDI のブラックパックとかね、このあたりもね魅力的です、やっぱ魅力的、いいと思います、いいと思うんだけど、私が一番好きなのはあのテックパックのカラーが好きなんでね。でやっぱりね外せないのがね、そういえば昨日またなんかよくライブでこの話しますけど、おぎやはぎの愛車遍歴見てたら、昨日はあの何ちゅう人って柴田なんとかさんっていう、お笑いの方
アンタッチャブルだったかなの片方の人が出てまして、その方の絵のなんかおすすめかみたいなのを紹介して、竹岡圭さん、あのモータージャーナリストの竹岡圭さんが 508SW をしてましたね。ああいやさすがいい車進めてらっしゃるなと思って見てたんですけれども、いろいろ感激してました。ディーゼルで燃費もいいし、何でしたっけ、マッサージ機能がついてて、わあすごいなって感激されてました。やっぱねいいなと思って見てました。やっぱりあの昨日の映像見ててもね、やっぱ508も魅力的だなと思って見てたんですが、今、このブルー HDI の方が SW のフルパッケージのついていない方が399万9000円で、ガソリンの方のフルパッケージのついた SW じゃないのが同じ399万9000円で、ね、でこれもね非常にこう悩ましくて、まあ私はいつも申し上げている通り長距離移動が多いもんですから、ディーゼルをやっぱり今の状態だと選ばざるを得ないんですが、もし長距離乗らないんだったらね、この508のガソリンの、GT ラインの、ね、フルパッケージで399万9000円だったらね、このあたりいいなと、思ってます。長距離乗らなかったですよ。長距離乗らなかったら実は私この GT ラインの、ね、軽快感がすごくねいい印象で残ってるんですよ。あんだけディーゼルいいって言ってる人がね言うぐらいですから、相当いいと思ってください。相当良かったです。石井さん、夕日で西見さんへ、ロードトリップ良かったですということで、石井さんも見に行かれたんですよね。値引きはないみたいですけどというふうにいただいてます。値引きしすぎちゃうとさっき の、価値が下がっていっちゃうんですね。田之内さん、 1.5 ディーゼルで 8AT でこの価格いいですね。テックパック、そうですよ、 1.5 のディーゼルで 8AT です。たださっきも申し上げた通り中古車なので多少傷がちょこちょこ ありました。それはよくご承知の上でお願いいたします。夕日亭西美さん、石井さんへ、現車見て来られたんですか、いいですね、あ値引きないのねんっていただいてます。ケビカ刑事さん、 308ACC もついていて検討していましたが妻がまだ若いからって言って、DS5 になりましたと。あなるほどね。RS クアドロンさん、マクラーレン乗ってましたね、あ昨日の愛車に。そうですね、あれは完全にあれ小木さんが乗りたかったからやってきただけでしょ、あれ絶対もう そう思って見てたんですがね、まあ、職権乱用でいいじゃないですか。そういう私もたまに職権乱用で乗ってますけれど、田之内さん、 508SW いいですな、赤美しいですなという、ありがとうございますね、この赤いいですよね。石井さん、夕日亭西美さんへ、試乗しました、乗り味はテックパックと変わらないんでしょうけど、あのホイールのインチも同じですしね、乗り味は同じだと思います。BMWX さん、皆さんちょっと出かけますのでまた来週よろしくお願いしますということで、 BMWX さんもありがとうございます。また来週お待ちしております。田之内さん、あセダンかでもいいですなということで、下がセダンね、上が SW ですよ、両方ありますよ。豊さん、 BMWX さんへお疲れ様でしたということを石井さんも合わせていただいております。じゃあプジョーはこんなところ、プジョーで一番高いのは399万9000円でした。はい、ではオートプラネット名古屋の方行きましょうね。オートプラネット名古屋で どうしようかな、メーカー別にやろうと思ってたんだけど、一気に値段を安いもん順にして見ていく方にします、そのパターンにしましょうか。ちょっとメーカー別にやるのがいいかなと思ってたんだけど、実はちょっとその反応を聞かせてください。メーカー別でやるか、価格を安いもん順にしてバラバラでやるか、コメントください。夕日亭西美さん、 308SW の 1.5 リッターディーゼルいいですよね、いいですね。ホームセンターでベニヤ板買っても乗せて帰れる、帰れますね。 308SW は鉱石のシートを倒さなくても相当に室空間広いんですけれども、倒しましたら相当広いですからね。BMWX さん、豪華さんありがとうございます。いえ、ありがとうございます。雪風さん、308テックパック台車で乗りましたが欲しくなるくらい乗り味良かったですということで、やっぱそうなんだ。私ね実はね16インチの乗ったことないんですよ。 1.2 リッターのガソリンはあるんですよ、あるんですけどディーゼル乗ったことなくてね。で17インチの GT ラインであんだけ乗り心地がいいんだったら16インチはいい悪いわけがないと思っていますけれども、雪風さんやっぱそうなんですね。北斗健太郎さん、 BMWX さんへお疲れ様ですというケーヌさんからもいただいております。ヒデモンさんからは価格順というふうにいただいてますね。今日はこれやっぱスタートが遅かったからしょうがない、6時半前ぐらいまでやるしかないね。ゆたかさん、いまだにゴーカーチャンネルの 508SW 動画繰り返し見てます、嬉しいな、ありがとうございます。それでいきましょう。価格別、 RS クアトロンさんもそうですね、価格別が多いのかな、価格別、価格順にいきましょうか。
まだ2人しか来てないけどコメント、ちょっと待ちますね。待つのと同時に休憩、私の休憩。あ、多くの方見てくださってる、ありがとうございます。田之内さん、豊さん、私もです。あ、ゴーマル HSW、 いや、いいですよね、やっぱゴーマル HSW ね。まあ、SW じゃなくてもいいんだけど、私は鉱石乗せる機会がそんなないってことを考えると、508が本当に最近やっぱ欲しいなって。いろいろ208とか308もいいんだけれども、やっぱね、フラッグシップっていうとね、いいなというふうに思いますね。ヒデモンさん、一番安いのは EK ワゴンなんですねって。そうですね、現時点そうですね。石井さん、豊さん、私も308と508の動画ちょくちょく見ていますということで、まあ、ちょっともうあんまコメントきませんから、価格順で見ていきましょう。価格順全部で6ページあります。ちょっと時間かかるかもしれませんが、こんな車があります。でね、2番目になんと C4 ピカソが来るんですよ。 1.6T エクスクルーシブ、2011年式、63,000キロ、ちょっと距離は多いんですよ。距離は多いんだけどね、7人乗りのミニバンで749,000円っていう車両本体価格はね、いいと思いますよ。これがね、これまたね、内装がいいんですよ。アイボリーのね、内装でね、ナビもついてますね、立派なナビが。で、なんといってもね、やっぱね、この、あの現行のね、ピカソもね、いいんですけどね、なんかこう乗り比べるとね、何が違うのかわからないんですけどね、先代の方がよりこう開放感を感じる、なんか違うんですかね、なんか開放感を感じるんですよね。本当にあの金魚鉢の中に頭突っ込んだみたいな感じになるのはね、いいなと思って。749,000円の車両本体価格でガラスルーフもついてて、こん楽しい車が買えるっていうのはね、やっぱある意味日本人でよだなというのは、つくづく私思うところですね。北斗健太郎さん、価格順、フラットアーサーさん、508大きすぎませんかということですが、まあ、ちょっと幅は広いですね、うん、まあ、でも D セグメントの車は私今乗ってるので、まあ、同じような感じで乗れるかな。田之内さん、私もいつもやってる価格順でお願いしますということで、ありがとうございます。C4 ピカソ安い、2位がピカソ、ピカソ確かに気になるということで、ありがとうございます。で、このルーデシアのアクティフ、これもさっきのあの、ノリアラさんみたいに、最初に乗る車としては、すごくいいんじゃないかなと思います。これだって5年落ちで2万キロしか走ってないですよ。ただ、アクティフってね、一番安いグレードなのでね、後ろの窓ガラスが、あの、今時珍しい、手回しでしたけれども。まあでもいいじゃないですか、それでね。初心者の方にお勧めしたいのは、このルーデシアのアクティフなんかはとてもいいんじゃないかなと思います。ヒデモンさん、価格を、乗車定員で割ると一番安い、あのピカソね、それはそうだと思います。T8 トラスさん、これ見て、妻がプジョー欲しがりました。あ、これ見てっていうのはどれを見てかな。508SW のお話かな。警備課刑事さん、元オーナーでしたが現行型にあえて乗り換える気にはならなかったですね。そうそう、やっぱそれぐらいね、初代のピカソってね、個性があって、魅力的でしたね。それからこのゴルフもね、あのゴルフ7、ゴルフ、まあ、これ前言ったかな、ゴルフ7、私あのその頃はまだ、オートプラネットにもいなかったし、ホワイトハウスにもいなかった、地元のディーラーへ試乗に行ったんですけれども、ハイラインよりもずっとトレンドラインの方が感激しましたね。乗り心地の良さ、それから、もうとにかく何を持ってもね、自然で気持ちが良かったんですよ。それが今799,000円で買えるんですよ、本当にね。で、まあ、装備は確かにハロゲンとかで安全システムも物足りないんだけれども、毎日乗る足としてはこんないいものないんじゃないかと思って、で時々高速でどっか行こうと思えばそれはそれでしっかりした走りですしね、トレンドラインはね、本当に私はね、いいと思ってます。田之内さん、価格的には N1 がファーストカーでピカソがセカンドカーという2台持ちもありかと。なるほど、なかなか新しい持ち方ですね、面白いですねそれ。北斗健太郎さん、 C4 ピカソが75万円ですか、驚きって。そうそうなんです。夕日天西さん、パワーがつくパワーウィンドウ、パワーがつくパワーウィンドウ、そうそうそう、パワーがいる。アンズのヤバさん、お風呂からやね。508と BMW3 シリーズのディーゼルは興味がありますね。で、 ありがとうございます。ヒデモンさん、自分のペースで開け閉めができるから好きだけどね、あの手回しね。
いいですね。で C4 とかあって、まあ、7シリーズの古いのがまあ89万件、ちょっとこれは、ね、ただ保証がないんでね、あれですが、ちょっとこの句は特別です。でこうなっておりますね。あ、でここで DS3 シックが99万9千で出てきますね。で、まあ、もうちょっとね距離の少ない C4 ピカソがいいという方は、こちらのピカソはいいと思います。それでも99万9千、3万5千キロです。こっちはねただね内装色がねあのアイボリーじゃないんですよ。ダークなカラーでもこれハーフレザーみたいなの感じなので、まあ、それはそれで、いいのかな。あ、これ特別色なんですね、はい。で、ポロ40周年、あ、これやっぱ先週もご紹介しましたけど S60 のスポーツがここで109万9千円で来るっていうのはお買い得ですね。24年式の1万6千キロですよ。ACC ももちろんついてますよ。これだから輸入車の中古車は面白い。それからこれはこのさっきご紹介したものですね。2シリーズのアクティブツアラーもこんな値段ですか。2015年式で、まあ、これはそれこそ、まあ、さっき言ったリセールが悪い車の一つだとは思うんですが、逆に言えば中古車で買えばとってもお値打ち感が高いという車ですね。田野地さん100万円未満でも結構ありますねという、そうですね。豊さんパンダも鉱石くるくるですということで、そうそう、パンダもそうでしたね。でフィアットのチンクエチェントとかがあって、ゴルフのハイラインね、わしはね正直ねこのゴルフのねハイラインをねこの124万9千円で買うよりもね、トレンドラインを79万で買った方がねなんかいいよかったなって思えると思うんだけどな。個人的な意見です。セーフティーシステムはハイラインの方がいいですよ。それからクロスアップ、ルーテシア全で44がこの辺りで出てきて、やっぱりね44人気ですね。でこういう感じで、でだんだんこうゴルフのバリアントあたりもねこんな値段で買えるようになってきてね、もういいなと思いますね。自分では買わないですよ、自分では買わないですが、いいんじゃないかなと思います。スマートの方法がやっぱ多いですね。これ安いもん順に並べると面白いですね。実は私安いもん順に並べてみると今これ初めてなんですよ。だから自分でも、あ、なるほどと思いながら今見てるんです。あ、ここにこんな車があるのかと。で面白いですね。スマート44よりも42クーペの方が高いんですからね。まあ逆にこっちの方が希少価値があるっていうのはあると思いますね。じゃあページ2へ行きます。そうそう、でやっぱね今年のゴーカーオブザイヤーインオートプラネットだったかな、オートプラネットオブザイヤーバイゴーカーだったかなんか名前忘れましたけれども、先代の C クラスがやっぱ相当お買い得です。それもこれどっちもあのシルバーと白があるんですが、レーダーセーフティパッケージついてるんです。でやっぱり日本で乗りやすい乗りやサイズで、このメルセデスらしいね味が味わえる1台としてですね、今139万9千、片方がシルバーで、2013年式の2万6千キロ、もう一つが同じ年式でちょっと距離は多いんですがホワイトで139万9千というのはね、これ一押しですね。相変わらず一押しです。私 W204 の C クラスは一押しです。これはそのオートプラネットオブザイヤーの時にも話しましたけれども、私の父親がこの C クラスの前期型を11万キロか12万キロ乗って今年ステップアゴに変えましたけれども、だったんですが、1回だけ壊れましたけれども、それっきりほとんどというかそれ以外は壊れませんでした。それぐらい耐久性のある車で、サイズも日本的で扱いやすいですし、やっぱり名車と呼んでいい、車だったんじゃないかなというふうに思います。ちなみにその1回あった故障も、エンジンかからなくて困ったのは困ったんですが、修理費は 3,4 万で済みましたからね、そんなもんでした。石井さん BMW もいいかも、新車は買えません笑いということで、そう、ね、中古車を見るとねそういう、ね、あの発見ありますでしょ。ヒデモンさんもうベンツがと、BMWX さん、北斗さん、ケンさん、ありがとうございます、来週よろしくお願いしますといただいています。夕日天西美さん、買わないですよね、知ってますよ、係長は DS9 待ちですもんね、うふふっていう、いくら出るかが問題なんですけどね DS9 はね、もうそれがわからん。ではこんなところでセレナが出てきましたね。セレナよりも
C クラスが安く買えるんですからね、面白いですよね日本は。でこのねボルボの V40 あたりもね、これ27年式で1万4000キロですよ。で革シートがついてるんですよ。なのに149万9000円なんです。これはねこのあたりいいと思います。アンズのエアブン、あ違いますね、EC さん、ベンツ多いからな安いですねということで、そう安い本当お買い得だと思います。アンズのエアブンさん、ゴーカーチャンネル終わる前に風呂から上がれて初めて感激、これは今日スタートが遅れたからですだと思いますよ。はい、で、このままいきましょう。で A クラスとかがまた出てきましたね。 CX3、 シエンタ、国産車が並びますね。この、ね、A3 のスポーツバッグがもうこんな値段で買えるんだっていうのも逆にちょっと私はびっくりしております。159万9000円。このねノクターンがね、これ新入庫車両でなかなか売れてかなくて、これどうですか皆さん、これいいおしゃれでね、トゥインゴはね小回り効いてね、いいんです。調べました。全長が3620ミリで幅がね1650なんですよ。日本の小型車の枠いっぱいっていうのが1700なんですね。それよりも5センチまたさらに幅が狭いわけです。もうここ最近の車としては極めて珍しい。でこれノクターンっていうのはおしゃれなんで内装なんです。前やったから知ってるよって方もいらっしゃるかもしれませんが、前見てない方のためにね、まず外装色がこう紫 でこのインテリアのね、このステアリングの部分とかこのインパネの一部がねこのノクターンなんですよ。紫色になってるんです。ノクターンって夜明けって意味ですね。あの音楽ありますけれども、ショパンにノクターンって曲があります。夜奏曲っていう、意味ですけれども、このパイピングなんかもねこう紫になってるんですね。これもうちょっとアップがあるといいんだけれども、ないんだけれどもね、これこのねおしゃれ感をね感じてもらいたい。で実は ホイールもこれもちょっと分かりにくいんですが、このカラーでねコンビネーションされてるんですね。このおしゃれ感はね私はなかなかいいなと思ってます。そしてどんどんいきましょう。あコメントいただいてますね。ひでもんさん、早いカラスさんですね笑い。あのお風呂の話ね。フラットアーサーさん、ボルボもディーゼルなくなってしまったということでね、そうですね。ケイノさん、アンズのヤムさん、しばしよろしくお願いしますということで、ひでもんさん、ノクターンかっこいいのにっていうね、そうですよね。たのちさん、夏から秋にかけて208やら2008の新車カタログ情報ばかり見てた時期があったんですが笑い、こうやって中古車並べてああだこうだ見るのはやっぱり楽しいですね。ああそうやって言っていただくと嬉しいな。アンズのヤムさん、ケイノさん、風呂上がりのビールと YouTube のつまみ最高ですよ楽しんでますねいいな。ゆうひてにしびさん、トゥインゴいいんですけどね、荷室に生鮮食品載せられないからな。あそうか、でもそれはあのパッセンジャーが後席に載せたらいいんじゃないですか、ダメですか。ゆたかさん、アンズのヤブンさん、ゴーカーさんのトークをつまみにビールうまいですよね。あ嬉しいな、私のトークつまみか、幸いで よろしいございます、ありがとうございます。で、どんどんいきましょう。ひでもんさん、やっぱり荷室やっぱり暑いだって書かれてますね。この辺大体150万以上になってきましたが、 A3 のセダンもねこんなこう169万9000円じゃいいなと思いますね。1シリーズもねこのあたり、179万とかさっきありましたね。どれだったっけ、こう169、これって今日あ先週ご紹介したのかな。このあたりもまあ後輪駆動でこの C セグメントはもう今ね最終先代の1シリーズぐらいしかもうないですからね、いいかなと思います。アンズのヤブンさん、ゆたかさん、ビール最高といただいてます。ひでもんさん、仕入れに使えないのが厳しいというのはそのトゥインゴの荷室かな。で DS5 がねこういう安い値段でもう買えるようになってきましたね。カクタスはね一頃に比べるとちょっとね値段上がった感ありますが、相変わらずやっぱ 変な車ですよねこれね。四方カクタス乗ってる方いたらごめんなさいね。私の知り合いの方でも乗ってる方いるんですが、まあ乗ってみると面白いですよ。面白い。でこの辺りからシトロエンの C3 がいっぱい出てきます。今現行型の C3 で一番安いのは195万9000円、ホワイトに赤いルーフの車ですね。雪風さん、おかげで飲みすぎています。結構みんな飲みながらゴーカーチャンネル見てくださってるんだ、ありがとうございます。
で、このこれ先週ご紹介した S60 の T4SE ですけど、2リッターの方で、これがね、8000キロで2015年式で199万9000円で、 S6 上司がうるさいかもしれないですね。で、まあしつこいようですが、ここまで、センターコンソールから床間とかドアのトリム、ステアリングの真ん中までアイボリーのモデルって珍しいんですよ。ね。ね、これ。これがね、優雅でとってもいい感じでした。それが199万9000円ですよ。5年落ちで8000キロしか乗ってないんですよ。いや、いいと思いますね。で、C3 多いですね。そう。で、あとこのパサードのね、エレガンスラインというのもすごく、私はパサードのこの装備の充実度合いはすごいなと思ってまして、もうこの値段で、ちなみに新車がですね、379万9000円で、まあ、D セグメントのセダンとしては割と安いなと思ったんですが、オートトランクついてますしね、後席のエアコンもついてるんですよ、独立した。で、確か運転席もパワーシートだったと思うし、装備はね相当充実していて、で、まあ、今中古車で2017年式で1万5000キロで209万9000円ですよ、このフォルクスワーゲンの D セグメントセダンは。これはね、本当にまあこの車も言ってしまえばリセールバリューが悪いっちゃ悪いんですけれども、中古車で買うってことを考えるとね、相当いいですね。広いんですよ、トランクが。それでね、あ、背もたれだけがあれかな、電動かな。スライドは、前後調整は、手動みたいですね。あ、でもね、この充実した、もちろんセーフティーシステムもついてますしね、相当お買い得だと思って、まあ私はディーゼルが欲しいのでこれは買いませんけれども、もしガソリンをチョイスするんだったらば、このあたり相当気になりますね。そしてミニが、このあたりが出てきましたね。ミニがね、やっぱりね、なかなかこの車はそれこそリセールがいいんですよ。なかなか値落ちいたしません。ミニ多いですね、このあたりね。そう、で、 320D、先代の後期モデル、ヘッドライトが LED になっているモデルですけれども、これも229万9000円で ACC とか、ついてるんですが、もうこんな、まあこれはベーシックなものなんですけどね、こんな値段で買えるんだと思って、びっくりしています。オリジンズもね、これいいですよね。こう見ると本当値段で比較すると、あ、こんな大きい車買えるんだとか、こんな小さい車でこれぐらいするんだっていうのがよく分かりますよね。ぜひ、あの、終わった、豪華チャンネルライブ終わった後にでも皆さん自分でも見てみてください。結構面白いですよ、こうやって見てみるの。皆さんのコメント見ながらいかないとね。ヒデモンさん、カクタス個性的で好きだけどなということで、そうなんです、200万切ってるということでね。そうです。豊さん、ルノーも新型ルーテシアで安全装備だいぶ追いついてきましたね。そうですね。小野沢さん、8000って乗っていない。雪風さん、ルーテシアのインプレッション早くやってほしいということで、ルーテシアはね、なかなかやりにくいんだな。フラットアンサーさん、プラスいくらで乗り出し価格ということで、これはね、ちょっとね、私よく分かんないんで、あの見積もり問い合わせしてみてください。名前は春、生まれは秋さん。こんにちは。最近アバルト595が気になっていて、今日オートプラネットさんに白いやつを見に行ってきました。ありがとうございます。お越しいただいたんですね。試乗ができなかったのが残念ですが、とても綺麗な車で良かったですということで、ありがとうございます。ここ数日でアバルトがポポッと売れて、もう今ちょっと1台しかないみたいなんですが、ちょっとね、試乗がね、なかなかできないのが申し訳ないです。大変なんですよ、あの、出したりするのがね、なかなかすぐできなくて、で、事前にちょっと言っていただくか、まあ結構ね、もうお話詰まって、もうあとは乗って最終チェックしたいっていう時にはもちろん、することはできるんですが、もうちょっと試乗させてくださいっていうのにね、お答えしているとね、人手も足らないもんですからね、ちょっとそのあたりはご理解いただきたいと思います。カイトさん、レクサス LS って何百万ぐらいですかということですが、オートプラネットには今900万以上ですね、1000万弱の車がありますけれども。田之さん、508がこの価格帯まで、来てくれたらな、一人ごと。いいですね。どんどんいきましょうね。DS5 のシックブルー HDI のレザーパッケージ、
これもね売れないんですよ意外に。これもぶっちゃけますが、だいぶ値段落ちてきました。29年式で8000キロしか乗ってません。でこの頃の DS5 は本当乗り味があのしなやかで、しなやかというかいかにもシトロエン味で、魅力的なもんですから、ディーゼルで変わった車が欲しいという方はお勧めしたいと思います。ただ ACC とかはついてないのでそのあたりはちょっと物足りないんですけれども、まあ別にそんなに ACC 使わないよという方がいらっしゃるんだったらこのあたりはね私はねお勧めしたいところです。ご覧いただきましょうか。もちろんクラブレザーシートもついています。ね、クラブレザーシートついてます、ね、なかなかいいと思いますよ。はい、で、4ページ目いきます。250万円台以上になってきました。200万円台後半ですね。そうで、このね GLA とかも先代の後期モデルがねもうこう買える値段になってくるんですね。これがすごく魅力的で、 ACC ももちろんついてますし、ナビテレビもついてて、アップルカープレイ、アンドロイドオートにも対応しているということで、このあたりもね相当いいと思いますよ。後期型が買えるっていうのがね、もう一個ね白があるんです。こっちに269万9000円です。これなんか、去年ですよ、去年で22000キロ、ちょっと距離が多いんですが269万9000円ですよね。相当いいんじゃないかなと。あのコンパクトな SUV で、探してるという方には、このあたりなかなかお勧めしたいかなというふうに思います。そうで、これ今逆転現象、まあ距離がね問題があるとは思うんですが、これ逆に前期型なんですよ。前期型でこっち269万9000円なんですが、こっち後期型で同じ値段、距離がちょっと乗ってるとはいえという、このあたりはねおすすめです。こっちはもっと安いですしね、ここの黒と白の GLA はいいんじゃないかなと思います。で、そうこの間ね、先週視聴者の、まあ、名前今日はいらっしゃいませんが、小政さんがねちょっと気にされてましたけれど、このクロスカントリーの D4 サマム、サマム自体が珍しいグレードですから、このあたりもいいと思います。で、そうそう A4 もねこの値段でこう買えるっていうのはね、このそのラグジュアリーパッケージがついててですよ。でやっぱりね、まあ手前味噌ではあるんですが、まあ自分が乗ってる車かもからかもしれませんけどね、こう撮影にねこの車にね座るとね、あやっぱホッとするんですね。それはシートのせいなのか、いつも自分が乗ってる車だからホッとするのか、どっちかわからないんですが、やっぱねいいですね。 V60 クロスカントリー乗り降りしやすいしね、着座点高いし、今一番安いクロスカントリーの D4 クラシックは289万9千円です。で、今いっぱいありましてね、あ、そうそう、その間に C クラスのこの赤いローレウスエディション、これもね299万9千円なんですよ。ディーゼルのこの C クラスが前期モデルですが、2万3000キロしか乗ってないんですけれども、299万9000円で300万切ってきたというのはね、すごくいいと思います。新車が575万するんですよね。575万する車は、これじゃあね、相当いいかなというふうに思います。白もありますね。私はあの 赤の方が好きです。で、どれだっけ、出てこない。そうそう、黒のクロスカントリーもあります。コメントいただいてますね。北斗健太郎さん、C3 多いな、オリジンズは貴重ですね。オリジンズ今2台あるんです、実はナビ付きとナビなしが。ヒデモンさん、オートプラネットを誘導されながらゆっくり出ていく車を見ているのもパレードみたいで好きですけど、そう、そうですね、あの誘導 してます。あ、渡辺博さん、夕ご飯食べ終わりました。すいません、ありがとうございます。新車を買うときはカタログを見て検討します。多くの色が選べるようになっていても、カタログではメインカラーとする車の写真が多い。中古車サイトを見ると見たことのない珍しい色が見られる時がある。確かそうですね。知らないうちにカタログ落ちした色の代わりに違う色が追加になってたりして、車の色を見るだけでもかなり楽しみます。そうですね、ありがとうございます。警備課刑事さん、この DS5 問い合わせさせていただいてました。シートの色が違うのが欲しくて断念しましたが、その色のシートの DS5 が入っていましたね。そうなんですよ、違う色のが入ってきたんです後から。アンズのヤムンさん、ボルボはシートが最高ってことね。やっぱユーザー、やっぱそう思いますよね。
KN さん、サマムハーマンカードの月なんですね。そうなんです、ハーマンカードなんですよ。石井さん、ボルボも引かれますね。中古は安いですね、ということ、そうです。サーコーさんも、ボルボユーザーでしたね。ボルボシードいいですよね、というふうにいただいてます。やっぱりみんなそうなんだ。ほっとしますよね。続いて、C5 エアクロス。まあ、これ前取り上げましたけども、すごくお買い得の C5 エアクロス。このカラーもね、希少カラーだと思います。あ、ほんで、もう一個 D4 クラシックある。これね。白ので、やっぱこのね XC60 の D4 クラシックはね、早くこの希少性とこのおしゃれ感に気づいてくれてる方を見つけたいのもっとすぐ売れてほしいな。まあ別に入ってきたところなんですけどね、このおしゃれ感にもっととっついてくれる方いないかなと思ってるんだけどな。どうですか皆さんこれ私が欲しいんだけどね、実を言うとね、これね、トランクルームまでこのカラーなんですよね。ちょっと汚れるのが気になるかもしれないけど、まあでもね、いいですよこのおしゃれ感。これでおしゃれに乗りこなす方が早く見つかるといいなと、こっちの立場からとしては思っております。では、行きましょう。そうで、このアバルトの595のコンペティチョーネのスティーレっていうね、スポーツシートじゃない方のね595がねいいですね。これ、あ、それもこれマニュアルですか。あ、これいいじゃないですか。マニュアルでこのスポーツシートじゃなくてっていうと、あ、もう、あ、これいいけど値段がこういう値段がするんだな。まあこれは希少性でしょうね。まあ値段では買えない楽しさがね595にはありますから、そういうところも魅力的なんじゃないかなというふうに思います。この B クラス、これがね思ったほど売れてってくれないのはもう正直に言っちゃいますけれども、これさっき調べました。どんだけお得か、3599,000円です。2019年式、去年だけども100キロしか乗ってません。元の値段が、その B クラスが、この B180 が422万円なんです。それにナビパッケージで189,000円ついています。さらにレザーエクスクルーシブパッケージが263,000円でついています。さらにアドバンスドパッケージというですね、何だったっけな、アドバンスドパッケージはね何がついてるんだって忘れちゃったな。何だったかな、なんかすごく便利そうな機能で、パワーテールだったかな、パワーテールじゃないな、ちょっとごめんなさい、なんか忘れちゃいましたけれども、211,000円ついています。でパノラマスライディングルーフが168,000円ついている。それらを全部足しますと、この車新車で買おうと思うと5,051,000円するんですね。5,051,000円してた車が今3599,000円なんです。これはね、もし B クラス考えてる方いらっしゃったら本当にこれはお勧めしたい一台ですので、ぜひご注目いただきたい一台です。北斗健太郎さん、ボルボ一度乗ってみたいですね。乗り味の違いを体感したいです。ぜひぜひ一度ディーラーでご試乗なさってください。乗り原さん、ボルボはシートが落ち着けますね。今日は450キロほど走りましたが、全く疲れなんてありませんでした。ということで、ね、さすが、そうでしょ。私もそうですもん。石井さん、ボルボ試乗したらボルボ派にくら替えしそうで怖いです。それも一つのあれ勉強ですから。北斗健太郎さん、乗り原さんが羨ましいといただいてます。ヒデモンさん、アバルト595この子だけになっちゃったのね、ということで、あ、そうか、そういうことですね。ヤムヒロさん、ホームページ見てから購入時にオートプラネットに行って候補の車を見させてもらいました。とっても車種多くて、テンション上がりましたよ。ボルボは最高です、ということでありがとうございます。嬉しいです。ヤムヒロさん、候補の、あれ、ヤムヒロさん前コメントいただいたよね。あれ、ヤムヒロさんって買っていただいた方だったっけ。ごめんなさい、ちょっと忘れちゃった。またちょっとコメントください。石井様、北斗健太郎さん、石井様へ、ボルボへお乗り換えですかっていただいてます。夕日亭西見さん、もうちょっと我慢してくださいね。係長には DS9 が、おや、誰か来たようだっていうことで、おや、誰か来たようだってどういうこと、よくわかんない。ヒデモンさん、B クラスの赤いいのに、そうですよね。サーコさん、ボルボのシートの安心と乗り心地いいですね、といういただいてます。フラットアーサーさん、B クラス AMG ラインじゃないからな、AMG ラインばっかりじゃ面白くないじゃないですか。私はどちらかというとこっちの普通派なんですからね。石井さん、北斗健太郎さん、プジョー派は捨てられません。まあもちろんね、プジョーもいいところだと思います。で、A クラスもね、実は A クラスと AMG ラインだとこれぐらいの値段で買えるんですね。で、このあたりもね、
まあ私もしつこいかもしれませんが、今の A クラスはいいですよ。相当なかなかいいので、おすすめしたいと思います。白が363万9000円、黒が364万9000円です。真剣にね、A クラスはね、まあ鉱石私ほとんど自分の乗る車だったら使わないことが多いと思うので、ああこの車あたりはね魅力的だなってこの間ディーゼルの乗って思いました。これはガソリンです。で、ジープとかがあって、で、アンズノヤブンさんがさっき言われたブルーの C220D アバンギャルドがこうありますよ。あ、いいですねこれね。このブルーは私好きです。で、メガーヌルノースポールがあって、こんな感じでだんだん400万に近づいてきますが、これも先週か先々週取り上げた 523D ラグジュアリー、これがですね、これも新車の値段見てびっくりした。806万もしてたんですね。これしてたんですねって言っても2年前の話ですよ。2年前。で3万キロ乗ってるんですが、395万9000円かと思って、実は私散々プジョーの508がいいとか、ボルボがいいとか言ってますが、相当気になってるんですこれBMW の5シリーズのディーゼル、3年前のゴーカーオブザイヤーで選んだ車ですが、相当いいなと思ってます。ちょっとね、もうちょっと安くなってね、乗れたらちょっといいなと思ってる一人です。で、E クラスがこの辺りも出てきます、ね、E クラスの現行もこういう値段で買えるようになってきてね。私はね、正直な話 E クラスの今のこのアバンギャルドスポーツ系のシートはね、ちょっと窮屈、張り出しが大きくてね、あまり好きじゃないんですが、普通の方だったら全然いいと思いますよ。でこういう感じになってますね。これは E クラス多いですね、この辺りは。で3シリーズの未使用車があったりだとかという感じです。まだあります。500万円超えがこの辺りで出てくると思うんですけれども、E クラスのオールテレイン、これもびっくりしました。新車でこの車こんなするんだと思って、875万もするんですね。で今なんかいろいろ値段が高くなってて、もう900万近かったですが、569万9000円、オートプラネットに並んでると高いなと思うんですが、その新車の値段を見るとですね、ああそうかと思って。で実は E クラスのオールテレイン、これ E220D のディーゼルで、まあ私の乗っている V60 クロスカントリーと同じように少し車高を高めた、車で、すごくこう車のテイストが似てるわけですね。でこれもまあ買えないけども、大きいしね、大きいのと買えないんだけども、あでも魅力的だなというふうに思いましたね。まあそう、独り言と思ってください。で一番高いのはまだあるな、ケータハムがあって、で、まあ、アウディの、こういうのがあって、一番あでベルファイアの 3.5 があるんだよね、これ前ご紹介したの。で一番高いのはこれですね、ポルシェの911カレラね、1049万9000円が一番高かったようであります。はい、ということで、ずらーっとご紹介してまいりました。どうでしたかね。アンズノヤブンさん見たいということで、実写が見たいということだったのか、ひょっとしたら、あれかな、物が見たかったのかな。もしあれだったら、まあ、ちらっとお見せしましょうか。どれだったっけ、これか、ブルーのねシーン。ねえ、アンズノヤブンさん、ちょっと遠いからなかなか、またぜひ実写を見に来てくださいっていう間に売れちゃうかもしれないけども、おすすめの一台ではありますね。これも私もいいなと思ってる一人です。はい、であとはその後は大丈夫ですね、うまく動いてるみたいですね。フラットアンサーさん、もう手が出ない価格帯になってしまったという、だんだん上がってきましたね。ヒデモンさん、お嫁さん説得しないと、という、何の話だったかな。石井さん、この5シリーズは気になります。新車の値段を考えたら安すぎるということでね、ラグジュアリーは不人気なんですって、 BMW の中では。だから安くなっていくんですってヒデモンさん、ケータハムがこんなところに。石井さん、新車の値段が高すぎるのか中古が安すぎるのかということで、
まあいろいろ装備がついてますからね、5シリーズも昔に比べたら相当高くなったと思いますよ。でもそれは中身が伴ってるとは思うんですけどね。だから中古車を買うとお買い得感を感じるっていうのはあると思います。ひでもんさん、やっぱりポルシェ911かというふうにいただいてます。渡辺博さん、595スポーツシートでないのがにマニュアル、クロート向け、雑誌で見たのですが、 AMG が日本に輸入され始めた最初の頃、 E クラスのツーダーの AMG を注文した人のオーダーが、見た目は完全ノーマル、ただエンジンのパワーの関係でホイールだけ AMG、 それに合わせたダイヤ、本当にホイールだけ AMG、 エアロもなし、パーツのブラックアウトもなし、グリルはノーマルのクラシックグリル。驚きました。毒にやられそうでした。そんなのがあったんですね。ヒデモンさん、オートプラネットはやっぱりお得な車が多いですね、とありがとうございます。あ、豊さん、すいません、やぼようででかい、もう6時半ですから、もう終わりますんでね、やぼようで出かけますということで、行ってらっしゃい。皆さんと来週またゴーカーさんに突っ込むのを楽しみにしております。私突っ込まれ役なのでね、あ、そうか、そういうことか。石井さん、ゴーカーさん、こういう中古車紹介とても楽しいです。あ、よかったよかった、嬉しいな。アントニオヤボさん、電車すごい気になりますね。アントニオヤボさん、また来てください。ひだまりさん、今週もご苦労様でした。ゴーカーさんのライブはラジオ感覚で事務仕事しながら見聞きできるのでいいですね。100って、わ、嬉しいな、ありがとうございます。のりやらさん、 BMW なら間違いなく523でいいですね。セダンでもツーリングでもラグジュアリーと。そうですね、石井さんから豊さんへ、またよろしくお願いしますというふうにいただいております。はい、ということでエンディングテーマが流れてまいりました。今日はスタートが遅かったからね、いろいろ不便をやりまして、失礼いたしまして、一応今製作者から、XC40 のパート2が出来上がったので、また見てくださいっていうコメントが来てますので、まあ、また見て内容が良ければまたアップをいたします。それから、KN さん、 BMW はやっぱり M スポですよねというふうにいただいてます。私は違うんだけど、ただね、5シリーズは、ね、確かに M スポーツいいんです。サスペンションがいいですね。なんとか、なんだったっけ、アダプティブ M サスペンションでしたね。あれがついてるのはいいですね。フォード健太郎さん、やっぱり楽しいですね、こういう企画、まるでオートプラネットにオンラインで来ているみたいということで、じゃあこの企画たまにやりましょう。毎月やってるとあんまり車変わらないとダメなので、また何ヶ月かに一遍はこれやりたいと思います。雪風さん、来週は PC の調子整えてお願いしますということで、ちょっといろいろ調査します。やりたいと思います。ヒデモンさん、最長になっちゃったねということで、フラットアーサーさんもありがとうございます、お疲れ様でしたということで、石井さん、ネタなくなったらいつでもこの中古車紹介やりましょうということで、そうです、ありがとうございます。で、実は来週なんですけれども、来週は11月の20何日かな29日なんですけれども、前々からお話ししておりますが、ゴーカーオブザイヤーのノミネート者発表の会にしたいと思います。ノミネート者ですよ。で、視聴者の皆さんに、投票していただく部門を今回ご用意しておりますので、その投票の仕方、それからどの車から選んでいただくかといった説明を特集のコーナーでやりたいと思いますので、またそれを楽しみにしていてください。それを来週動画で流すんでね、それがちゃんとできるかどうかはちょっと今日の動きを見てると心配なんだけどな、まあ、もちろんそれができなかったとしても YouTube にはちゃんとアップしますので、それは安心してください。ひでもんさんもありがとうございます。北斗健太郎さんもありがとうございます。アンズのやぶんさんから、来週はパソコン復活願いますということでね、本当私もそう思ってます。サーコーさんもありがとうございます。ゆきかずさんもありがとうございます。たのちさんも、6時半過ぎたお疲れ様でした、来週も楽しみにしていますということでありがとうございます。RS カタロンさんも、波乱の一日でしたね、これもまた面白いですということでありがとうございます。石井さんも、ゴーカーさん、皆さん今日もお疲れ様でしたということでありがとうございます。シャルル東京さんもお疲れ様でした。508は東京名古屋でも価格は変わらないですね、もう少し幅が狭ければ購入したかったという、そうですね。ひでもんさん、208推しというふうにいただいております。皆さんぜひね、ゴーカーオブザイヤー投票してくださいよ。でこれは1つに1票しか、まあ、1人1票っていうと、まあ、実際には何とでもできちゃうんですけれども、1アカウント、 Google アカウントをお持ちの方は Google アカウント1アカウントで1投票できるような、システムにしてありますので、ぜひ皆さん投票してください。どんな車が一等賞になるかっていうのを私も楽しみにしていますし、私の選ぶ車は何なのかっていうのをぜひまた皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。ゆうひてにしみさん、寒くなってきたことですし、 PC も暖気していきますかと。そうですね暖気してるとでも調子悪いかもしれません。あ、渡辺健二さん、ただいま帰宅しましたということで、お帰りなさい、終わりですよ。はい、ゴーカーさん、視聴者の皆さん、お疲れ様でしたということで、
北斗健太郎さんもありがとうございます。小野沢さんもありがとうございます。KN さんもよかったです。どうなるかということでね、不安になって、させてしまいましたけれど、申し訳ありませんでした。石井さんもありがとうございました。ということで、今日のゴーカーチャンネルライブはこんなところにしたいと思います。また来週11月29日うまく今度スタートできることを祈りながら、また1週間過ごしたいと思います。どうぞ皆さん来週までお元気で、さようなら。コロナにもどうぞお気をつけてね、さようなら。